どうもダイすです今回は僕の好きなアニメ「僕のヒーローアカデミア」のアニメ5期のあらすじと見どころについて紹介していきたいなというふうに思います。まあ、これまでアニメの1期から4期の内容についても別の動画で紹介させてもらってるんですけど何、まあ、かヒロアカってその単純に悪いやつが出てきましたそれをやっつけた終わりじゃなくてあのどんどんその社会の僕たちの過ごしている現実社会の闇だったりみたいなところが浮き彫りになっていくっていうそういう制約を併せ飲んで。 その世の中のまあヒーローの悪いところも見つつそういうのも踏まえつつ憧れのヒーローになるためにデク君はどういう風にどういう葛藤をそしてどういう努力をしていくのかっていうのが描かれていくそして悪役たちもただそのなんだろうもう生まれ持っての,そのバイキンマンみたいに絶対に人を困らせるのが大好きみたいなわけじゃなくてそれぞれ事情があって。 社会から悪悪役役とと呼ばれるるようにになななっったとか好きで悪役になっていいわけじゃないその社会からドロップアウトしたりとか転がり落ちてって気づいたらこんな場所にいたみたいな人たちもいるわけなんですよね4期の時に戦ったあのジェントルと同じような感じっすよねみたいな風にその悪役がもうなんかこいつはあの絶対悪だからあのもう摩擦しなければいけないってわけじゃなくてまあ僕,た僕たちの暮らしている地球の その戦戦争争だだっっっってててどっちも正義だと思るるから戦争って起きるじゃないですかで片方から見たら敵だけどそのもう片方から見たら味方例えば僕たちの目の周りの上司がめちゃくちゃ嫌いだっていうふうに思っててもなんか会社から見たら実は自分が仕事ができない部下で周りから自分が敵だっていうふうに思われていたり自分が嫌いだっていうふうに思っていたおっさんが上司があの、まあ、その人の家族からしたら大事な優しくて頼りがいのあるパパっていうふうに思,思われてるかもしれないっていうふうに結局 その僕たちは自分の見ている視点から一方向から,からしか物事見てないけど世の中ってあのまあいろいろ視点切り替えて見てみないとわからないことってあるよねっていうのも教えてくれるから僕ヒロアカすごい好きなんですよね。でそういう風ににんかあのただのバトル漫画じゃなくていろいろ考えさせてくれるようなフェーズに突入していくのがこのアニメの5期なんですよね。いやまあ前置きが長くなったんですけどどういう話かっていうのを紹介していきたいなっていう風に思います。であの,5期のスタートから あの12月の上旬とかなんですけど B 組との対抗戦が始まるんですよね。これまで B 組とはあの体育祭でちょこちょこ戦ったりみたいな感じだったんですけどとか夏の合宿の時に一緒に協力してヴィランと戦ったりみたいな感じだったんですけどただまあ直接対決するっていう描写とかその B 組の全員の個性をなんか正確に僕たち視聴者に教えてくれる読者に教えてくれるっていうような展開とかなかったのでそのまあやっとその A 組にずっとフォーカスがあた当たっていたけど。 あの、ええ組と同じく、その、まあ、入賞突破してきた強敵たちと。ガチンコ対決するっていうような、あの、まあ、お話があるんですよね。この僕、バーサス B. 組編の話とか、すっごい好きなんですよね。で。その、あの、まあ、B. 組との対抗戦をするときに、普通科のしんそくんの姿が現れるわけなんですよね。相澤先生の師匠から、ひっこり出てくるわけなんですけど。まあ、しんそう君は。その体育祭の時とかも、成績がいい普通科とか、他の学科の生徒たちは。その条件次第で。 あの編入ヒーロー化に編入することも可能だっていう風に言っててしんそうくんはこっそり頑張ってたわけなんですよねなんか夏休み明けにしんそうくん見たら桐島くんたちんかあいつ体ごつくなってるみたいな風に言ってたシーンとかあったと思うんですけどそんな風にしんそうくんはヒーロー化に編入するために着々と準備を進めていてそして今回そのヒーロー化に編入試験兼 A 組 VSB 組の、まあ、この1年弱の間 それぞれがどういうふうに自分の個性と向,かい向き合ってあの力を磨き上げてきたのかっていう集大成を見せるという意味でもこの対抗戦が組まれたわけなんですよね。で対抗戦っていうのは、まあ、これまでの,そのデク君たちが入学した当初にあ,の、まあビランサイドとヒーローサイドに合わせて2対2みたいな建物の戦いとかあったと思うんですけどそれのもうちょっと大規模版で4対4のチーム戦であの、まあ、相手チームを全員確保するもしくは。 あのまあ、あのタイムアップが来るまでに相手チームよりもより多くの敵を確保しておくっていうような、まあ、集団戦闘なんですよね。で、シンソウ君は A 組,、まあまあえー、と A 組、B 組それぞれ20人ずつで4人を5チームに分けるんですけどシンソウ君はその A 組の5チームのうちのどれか1つそして B 組のどれかあの5チームのうちの1つっていうふうに合計2回入るっていうふうなやり方で戦うわけなんですよね。で相手チームを4人 確保した方が勝ちなんですけどだったらシンソーくんが入るあの、まあ、A 組の5チームのうち1チーム B 組の5チームのうち1チームが5人チームになるわけなんですよねじゃあ人数でユーリちゃんって話なんですけどこのルールだと4人先に確保した方が勝ちなので あの肉弾戦闘とかヒーロー経験に劣る神くんがいると下手したら足手まといになるかもしれないわけなんですよね。っていう風になんか絶妙なルール設定するな堀越先生っていう風に僕ちょっと思っちゃったんですけど何上から目線で言っとんねんって話なんですけどまあそんな僕の考えはさておき早速 A 組と B 組の対抗戦が始まっていくんですよね。で第1試合 A 組のチームメイトっていうのは神くんと霧島んとつゆちゃんと雷くんと幸田んのチームが B 組と激突するわけなんですよね。 敵チームには獣化する宍戸十郎太くんがいるわけなんですけど彼がねもうシンプルで強いんですけど、まあ、獣化してあの身体能力とか嗅覚とか五感がアップするわけなんですよね。で宍戸くんの優れた嗅覚によってその、まあ、あのつゆちゃんたちが親速の能力を確認したりとか、まあ、文字通り心を操る能力で個性は洗脳で自分の声を聞いてその呼びかけに対応したあの応対したものを。 愛することができるっていう個性が親族なんですよね。まあ、最強の初見殺しですよね。まあ、その種はある程度どっちのチームにもどっちの組にもバレているわけなんですけど、ただこのことチーム戦においてはまあ、使い方次第でいくらでもバケるわけなんですよね。で、じゃあどういう風に作戦組むかっていう風に考えてたらシシドくんが襲撃してくるわけなんですよね。で、さらに加えて空気のバリアを出すつぶらまこうせいくんっていうその B 組のあのまあ、敵があのシシドくの背中に乗ってるわけなんですけど。 でそのあの空気のバリアによってあのコウダ君のコウ君をなんか立方形の立方体に閉じ込められてコウダ君声を出すことによって動物喘いるじゃないですか。ただあの音音を封じられてしまってその自分の個性が発揮できなくなるわけなんですよね。そしてあの深草君も同じようにその立方体の空気の壁にあのまあ、閉じ込められて自分の洗脳の声が届かなくなってしまうわけなんですよね。 であ,あのやっぱりその生身で戦ったら宍戸くんにあの、まあ、ほぼ無個性の状態で戦って,って勝てる人なんてあの、まあ、少なくともこの対戦している A 組の中にはいないわけなんですけど、まあ、早速不利ななな状況になるわけなんですよねただ桐、まあ、島くんが、まあ、やっぱり VS ク座編でも、まあ、一を向けたわけなんですけど宍戸くんの襲撃で桐島くんコン,コンクリの壁にバーンっていう風にぶ,ぶっ飛ばされたわけなんですけどすぐ立ち上がって。 その硬化した拳であ宍戸君と,シシ、えー、と,田とそしてあのししく君の閉じ込められてる空気のバリをバーンっていうふうにぶち抜くわけなんですよね。であのしかもししく君があのなんだろうえっ、ー、とそのししど君の上に乗っている円山君の声の真似をして「そのままやっちまえししど」みたいなふうに言ってあししど君が「分かりましたぞ」っていうふうに言ったんですけど。 まあシンソ君がそのペルソナコードっていう武器その自分の声をコナン君の,あの声を変える編成機みたいな感じでの自分の道具を使って宍シ戸シ君をコントロールしたわけなんですよね一時的に止めたわけなんですよね。であの早速宍く君の力強さというか補正の恐ろしさっていうのを目の当たりにしたわけなんですけどただ円山君が「おい宍シ戸シ起きろ!」っていうふうに頭をポカポカ叩いて洗脳が解けるわけなんですよね。そしてあの 宍戸、まあ、くんがその洗脳が解けて倖田くんと桐島くんを、まあ、巨大な腕で投げ飛ばすわけなんですよね一回獣化を解いてビースト化を解いて「再びビースト」っていうふうに言ってなんかあの, <laughs> その「廣若」ってこの五感というか必殺技のネーミングセンスとかもいいんですよねなんか自分でも呼びたくなるような,なんかあのキャッチフレーズとかなんかすごい喋ってくれる出してくれるんですけど宍戸くんが「再びビースト」っつって。 高田くんと霧島くんを投げ飛ばすわけなんですよね。まあ投げ飛ばされたぐらいじゃ別にその牢獄に閉じ込められるわけじゃないから大丈夫って感じなんですけど、その投げ飛ばされた先には B 組の塩崎茨ちゃんがいるわけなんですよね。で、茨を愛する能力で、そのいくら肉弾戦闘が強い、あの、霧島くんだろうがもう動けなくなってしまうわけなんですよね。ということで、高田くんと霧島くんが早々に離脱するわけなんですよ。で、あの、つゆちゃんが、まあ、その一方でつぶらまくんを捕まえて、 牢獄に入れて、あのまあ二人減らされたけど一人捕まえて三対三の状況で仕切り直すわけなんですよね。で、まあ指導君はつぶらま君が一旦あのまあ捕まったっていうこともあるし、切り島君とこうだ君を投げ飛ばしたっていう一通りの役割を果たしたから一旦仕切り直すわけなんですよね。で、まあこの三対三の状況でどうするかって話したんですけど、その A 組がちょっと不利なんですよね。というのも指導君の嗅覚でどこに A 組がいるかって。 しかもどこに誰がいるのか筒抜けなんですよねで。このまま自利品で場所がバレている状況でイバラちゃんの塩崎ちゃんの遠距離のスタ攻撃で絡め取られたらもうそれで終わりなわけなんですけどじゃあどうするって話なんですけどそこでつゆちゃんの必殺技というか新しい技なんですけどつゆちゃんはまあ個性カエルでカエルっぽい個性なら何でもできるわけなんですけど自分の体から体液を分泌させることもできるわけなんですよね。まあ、例えばそのサバンとかで、 猛毒吹きあがえるっていうようなものすごいなんかあのめちゃくちゃ綺麗な蛍光色あの水色だったりとか赤色だったりとか黄色とかのカエルとかもいるわけなんですよね。でめっちゃえげつない猛毒持っててその皮膚を触ってその指で目を触ると失明するだったりとか舐めたらもう即死する即死というかまあ10分後ぐらいに死ぬみたいにそんなに超強力な毒を持ってるカエルという世の中に現存する,現存するわけなんですけどそんな感じで。 つゆちゃんは体液をカエルっぽく体液分泌させることができるんですよね。でつゆちゃんの体液をしんそうくんとかみなりくんに塗ることによってそししどくんからしたらあの3人の A 組の,あの場所は匂いでわかるけど3人ともつゆちゃんの匂いになってどこにしんそうくんがいるのかどれがかみなりくんなのかどれがつゆちゃんなのかわからない状況になるわけなんですよね。でかみなりくんはそのかみなりを放電するから近距離に誘いあの 雷くんと近距離で快適したくなないわけなんですよその一方でうくんはあの、まあ、遠距離で一方的に洗脳をかけられると強いけど代わりに近距離懐に飛び込んだらしんくんよりもヒーロー家の B 組の面々の方が強いわけなんですよね。でつゆちゃんはあの中距離もあの、まあ、遠距離移動も、まあ、近距離もべ遍なくあの戦えるオールラウンダーなんですよね。だ,だけどそれぞれの役割が匂いをその統一させられることによって。 分析でできなくななななくることにによよっててんんか非常に厄介な戦略を取られてしまうわけなんですよねやっぱここもつーちゃんの対応力の高さ出てるなっていうふうに思ったんですけどでじゃあその3対3の状況でどうするかって話なんですけど雷くんがその、まあ、B 組がどういう戦法を取るかっていうと茨バちゃんのもうツタの,あの物量攻撃でちょっとずつ戦闘範囲を狭めていって。 あの捕まえようとしているわけなんですよね。結局その3人の誰がどこにいるのかわからなくても3人を片っ端からツタで捕まえればいいじゃないっていうことで遠距離からあのツタをそのなんか近づけてくるわけなんですけど雷くんがあえてその茨に捕まってあのまあ敵チーム B 組の3人に近づいて落雷を落とそうとするわけなんですよね。で雷くんはその個性のサポートアイテムの強化でそのなんか あのなんかシューターみたいなその円盤みたいなやつちめちゃくちゃちっちゃい振りすぎみたいなやつをあの右手からピシュンっていうふうにあの飛ばせるわけなんですよねであの仮面取得の時にも役立ったんですけど先輩のシシク倉君をぶっ倒す時にもぶっ倒して爆豪君を助けたことがあったんですけどそんな感じでシシド君にあのポインターをつけていたからシシド君の場所ももろバレだったわけなんですよね。で茨に捕まっってて距距離離を縮めてこの距離だったら その誘導できると雷の行く先を宍戸君のお尻についているあのポインターに向けて発射できるっていうふうにあの雷君はあの雷を放電するわけなんですけど B 組の4人目の凛飛龍君っていうあの体から体を鱗にして体から鱗を生やして防御にも使えるし攻撃にも使えるし鱗を飛ばしてエンケル攻撃もできるっていうなかなか万能な能力を持ったなんかキョンシーみたいな見た目をした男の子が。 宍戸君のお尻にあの雷君の武器がついてることに気づいて「それ危ないぞ」っていうふうに飛ばして間一髪宍戸君は雷君の,あのまあ放電を回避するわけなんですよね。であのえっと雷君が「えそんなのありかよ」っていうふうに絶望するわけなんですけどただあのそ,そ,の一瞬あのその一瞬で「潮崎今のうちにやっちまえ!」みたいなふうに林飛龍君の声を真似して。 深層くんが茨原ちゃんを洗脳するわけなんですよねで。獅子堂くんはその深層くんの声を聞いて、そちらの方面に駆け出すわけなんですよ。で、あのまあ、その3人いる。うちの1人は雷が目の前で捕まっているとで、あの2人。つゆちゃんの匂いがするけど。 あのまあ片方の方向から心く君の声が聞こえたというかとこっちの方向この,あのパイプの工場跡地みたいな場所が戦闘場所なんですけどこの入り組んだ地形の奥に深臓氏がいるんだなっていうふうに宍シ戸シ君は奥に進んでいくわけなんですよね。でリュ飛く君が「おい一人で独断選考するな」と「あすいの場所はどこか教えろよ」っていうふうに言うわけなんですけどお互い目を合わさずにもう心臓君のくんが宍シ戸シ君に声かけたけどあの。 君からしたらそのく君の声はししど君が心く君が声を変えてく君の声にしてししど君に話しかけてるかもしれないっていうふうに疑心暗鬼に陥ってししど君はそのなんか返事をせずに指であのつゆちゃんの場所を指さ,す指させただけで心く君の元に向かってったわけなんですよね。であの、まあ、そこが心く君の,のいるだけで強さを発揮するっていう恐ろしさがあの現れてきたわけなんですけど。 そして凛んもクソどこから攻めるべきかとまずはあの潮崎の洗脳を解くべきかっていうふうに視線を向けた瞬間につゆちゃんが視覚からカエルキックで蹴り飛ばしてくるわけなんですよね凛んを蹴り飛ばしてくるわけなんですよね。で一方で真く君のもとくんが君があの追いついて「追いつきましたぞ真相師!」っていうふうにとく君が言うわけなんですけど真く君も真相君でそのまあ近接に懐に入られたら弱いっていう弱点を少しでも克服するために。 相沢先生の捕捕布,あの布っすね,ロー,プっすねロ,ープロープって言うてんのかあの白い包帯みたいなさあるじゃないですか首に巻いてるでっかいマフラーみたいなあれの使い方をずっと練習していてでしじどくんその入り組んだその、まあ、工場跡地みたいな場所の奥深くにい,るいてあのタイミング合わせて保育婦を引っ張ったら上からパイプを落とせるようにセッティングしていたわけなんですよね。 まあ直線相手は直線しか攻められないようにしていてあとはタイミングを合わせるだけだとシンソウ君は自分の戦闘経験の,その少なさっていうのをあのまあ認めた上で相手に確実に攻撃を当てれる環境を作っていたわけなんですよね。でシシド君の頭に鉄パイプをバーンっていう風に直撃させるわけなんですけど配管をあの直撃させるわけなんですけどシシド君のまあ耐久性の方が高くて「これぐらいじゃ私はやられませんぞ!」っていう風に立ち上がるわけなんですよね。 で後ろから「黙示録の獣」あの「後ろから来てる」っていうふうに凛くんの声がするわけなんですよねただ尻戸くんは神聡くんがまた声を変えて凛くんの声であの、まあ、なんだろう洗脳しようとして生きているんだろうと思って反応しないわけなんですよねただ今思い返してみたらその3対3の状況になった時に「神聡の,の能力厄介だなどうする黙示録の獣」みたいな感じであだ名であの呼んでたわけなんですよね でシンソくんはその「目示録の獣」というあだ名を知らないはずなんですよ。っていうことにシジトくんが気づいてということはさっき読んだのはあのガチなあのシンソウが声をボイスチェンジャーで変えたわけじゃないリンの声なのかっていうふうに思ってだったらそのさっきリンくんはあの「アスイが来てるぞ」っていうふうに言ってたわけなんですよね。ということはっていうふうにシジトくんが後ろを見たらつイちゃんが本当にそのリンくんをベロで絡めとった状態で迫ってきていてシジトくんをあのカイルキックでドロップキックであの吹っ飛ばすわけなんですよね。 ということであの真相くんが塩崎ちゃんを操ってあの塩崎ちゃんのいばらで宍戸くんと凛くんを牢獄にぶち込んでそのまま勝利したわけなんですよねいやーなるほどってそのまあもちろん新相くんが活躍したっていうのもあるしその個性をうまくあの、まあ、ピンチのところをあのことごとく救っていったつゆちゃんの万能能力だったりやっぱりその雷くんの火力だったりとか。 っっていうのも際立ったわけけなんですけど心く君がいるだけで相手にとって厄介ってチーム戦においてあの、まあ、相手に常にその注意を散らす相手のコミュニケーションを分断させるっていうような、ね、強さを発揮するわけなんですよね。こういう強さもあるんかっていうふうにちょっと僕へーっていうふうに思ったんですけどそんな感じでやっぱり心く君は強力なライバルだなって普通科の人間じゃなくてちゃんとヒーロー,ー,ローを目指しているライバルとして。 迎え入れななななきゃなっていう,ふうにみんんのの目の色が変わるわるけなんですよねということで2回戦になるわけなんですけど2回戦の A 組は八百も率いる八百もヤ闇モモくん青山くん葉隠レちゃんチームの,あのチームなんですよね。であの、まあ、早速ヤ闇くんのダークシャドウがやっぱり遠距離攻撃も索敵もできるしそして何より反撃食らったとしてもこっちはノーダメージだからあの飛,ば飛ばしておいて。 損はないですよねということでトカミくんがダークシャドウを飛ばして敵チームを殲滅しに行くわけなんですけど敵まああの矢尾もと一緒に、うん、インターンに行って CM に出てあのミスコンに出てみたいな感じのそして B 組の姉御肌というか、まあ、リーダーみたいな感じの子なんですけど判判断断能能力力とかももあるし判断能力も高いわけなんですよねそんなケンドウちゃんが敵チームを率いていていやなかなか厄介なんですよね。というのもダークシャドウを飛ばしたわけなんですけど。 ダークシャドウがなんか帰ってきて、そして常闇ヤくんたちを襲撃し始めるわけなんですよね。というのも、常闇ヤくんに対して戦闘前になんか喧嘩を売っていた黒色支配くんっていうお前はあの俺は俺はお前をうがつみたいな風にあの黒色くんが言っててあのまあなんか同じ中二病仲間みたいな常闇ヤくんと同じ中二病仲間のトコヤあの黒色くんがあの能力が個性が 黒い,黒いものに入り込んで操作することができるっていう個性なんですよね。ということでダークシャドウを飛ばしてくるっていうのが分かっていたからダークシャドウの中に入り込んでダークシャドウを操作してトカヤミくんたちの場所を割り出してなおかつ彼らを分断する作戦に出たわけなんですよね。そしてトカヤミくんたちはパニックに陥るわけなんですけどその一瞬の隙に青山くんを引っ張ってそのまま牢獄に連れて行こうとするわけなんですよね。であの。 まあ、その影に潜んで高速移動をすることによって青山くんがどんどん孤立していくわけなんですよ。やばい早速一人捉えるっていうふうになるわけなんですけどただ青山くんもネビルビューフェってそのビームを乱発して全身からピュ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 っていうふうにその肘とか膝とか腰とかからあの出してそのまあ光をたくさん光源を増やして影をなくして黒色くんがそのパイプの下の影にいたわけなんですけどあぶり出されて空中にあのまあ出てくるわけなんですよね。で そこで、まあ、他のメンバーも追いついて逆に1対4だっていうふうになるわけなんですよね。この黒色をまずは捉えるぞっていうふうになるわけなんですけどそこに敵チームの B 組で吹き出し漫画君っていう <laughs> もう見た目がふざけた感じなんですけどそのインもう胸の部分にそのなんか漫画のインク黒いインクみたいなボディをしていてそして顔が漫画の吹き出しみたいになってるんですよねあの目とか鼻とかのパーツがないんですよね。漫画の吹き出しみたいなな感じなんですけどで個性が そのなんかオノマトペというかメラメラとかボーボーとかあのあのグラグラとかそういう漫画の擬音ってあるじゃないですかそれを言ったら言語化したらそれが現実になるみたいな個性なんですよねだから使い方次第で結構強いんですけどでなんか吹き出すくんが遠距離からズガガガガーンとかドゴーンみたいな声を出してその工場地帯を破壊しながら巨大なその文字がその常闇くんたちの間に割って入るわけなんですよね。そしてあの ヤオモモちゃんと、あのヤオモモちゃん一人と残り三人に分断されるわけなんですよ。で、さらに加えて、トカヤミくんたちのところに、なかキノコが大量に生え始めるわけなんですよね。というのも、B. 組の女の子の子守キノコちゃんっていう。この個性が、そのキノコを生やすっていう個性なんですよね。で、さらに。湿気を与えると、たくさんキノコが生えるよっていう個性で。 まあ攻撃能力なくねっていう風に僕ちょっと思っちゃったんですけどいや彼女の恐ろしさは後ほど明らかになるんですけど、まあ、とにかくそのハガクレちゃん透明なハガクレちゃんの体からもキノコが大量に生えてきて透明の意味がなくなるわけなんですよね。っていう,うにそになんか、まあ、気分も減んだりしてくるしそのなかなかその遠距離の広範囲攻撃が敵には2人いるということで。 その黒くんの襲撃が奇襲が失敗した時用のサブプランを剣道ちゃんは用意していたわけなんですよね。でさらに加えて八百桃がその作戦指揮をとって立て直したらいいわけなんですけど八百の一代八百万一人分断されてるわけなんですよね。八百桃の目の前に剣道ちゃんが来るわけなんですよ。で剣道ちゃんは、まあ、その体育祭で常闇くんと八百桃が戦った時に八百桃は盾を作って防戦一方で負けたところを見てるわけなんですよね。だから いくら万能な個性、想像だとしてもその考える隙を与えずずっとタコ殴りにしてたら倒せるっていうふうにそのヤオモモは何でもできるがゆえに器用貧乏なところがあってさすがに懐に飛び込んだらケンドウちゃんの拳を大きくするっていうそしてもともと空手少女っていうのもあってそのまあ近接戦闘でケンドウちゃんめっちゃ強いんですよねっていう彼女の得意な状況に持ち込むわけなんですよ。でヤオモモの得意な作戦式ができない状況であの。 さらに範囲攻撃を食らいまくるっていうような徳弓君たちは食らいまくるっていうような状況になるわけなんですよね。でなかなかもう結構絶望的な状況なわけなんですけどヤオモモは世の中ではそのヤオモモはこれまでその豊富な知識を兼ね備えているからこそ,その状況に応じていろんなものを作り出してきた発信機とか作ってたわけなんですけどただ、まあ、それが故に。 その思考の柔軟性がなくてパニックに陥った時に今まではすぐに諦めてしまったりとかあのなんか適切な判断が下さなかった時とかも入学当初はあったわけなんですけどそういういろんな失敗を経て経験して八モモはそのこの状況で剣道さんと怠慢をして勝つことは正直絶望的ですわとただチームが勝つためにまだ私にできることありますわっていう風に言うわけなんですよね。で あのシールドでケンドウちゃんの,あの巨大な拳とかを受けるわけなんですけどシールドも縦も簡単にへこむわけなんですよねどんな質量って感じなんですけどただあのヤオモモがそのお腹から巨大な大砲を出して大きいものを作るのには時間がかかりますのっていうふうに言ったわけなんですよねでケンドウちゃんもさすがに金魚離で大砲をぶちかまされるっていうふうになったらビビるわけなんですよねマジかっていうふうになるわけなんですけどヤオモモはケンドウちゃんに打たずにそのなんか。 あの明後日の方向に大砲を向けてバーンっていう風に打つわけなんですよね。で、吹き出し君が作った分断の壁の上をそのなんかヤオモモパーティーグッズというかヤオモモあのプレゼントグッズみたいな感じであの徳山君たちの方向に飛ばすわけなんですよね。で、あのまあ剣道ちゃんとの戦いはさておき、常山君たちは上を見たらなんかヤオモモからのその太刀の音が聞こえたという風に思って上を見たらヤオモモちゃんからなんか袋 サンタさんの袋みたいなやつが飛んできてるわけなんですよねで、とこやくんはダークシャドを使ってそれを手にするわけなんですけどその中には暗視ゴーグルとあの消毒用の除菌用のアルコールが入ってたわけなんですよねで、その暗視ゴーグルはデザイン的にちょっと中二病っぽくてこれとこやくんにつけろってことかなっていうふうになるわけなんですよねで、この除菌用のスプレーはその体にハガクレちゃんもとこやくんも青山くんも塗ることによってそのキノコの繁殖を阻害することができるわけなんですよね で、暗視ゴーグルでその工場の奥地に隠れているその小森さんとかあの吹,き出し吹き出し君とかをの場所を割り出して攻撃しっていうもので道具でその何をしてほしいかっていう意図を山本もは伝えたわけなんですよね。なんか全然関係ないんですけどサッカー漫画の「アわアでもパスの回転とかあのパスの場所によってその味方に対してそこで止めて。 あの視界が開けた場所でシュートを開けみたいな風にパスの質だけでも仲間にコミュニケーションを取ることができるんやみたいな風に明日ト君がびっくりしてたシーンがあったんですけどなんかそれに似てるなっていう風に思ったんですけどであの青山君がその分断された直後に黒色君にそのまま連れて行かれて牢獄に入れられちゃったんですよねであのまあ、こっちは3対4の状況になってるわけなんですけどあのヤオモモの道具によってまだ一発逆転のチャンスがあるわけなんですよねでヤオモモもその トカヤミくんたちに支援をしたはいいもののケンドウちゃんとの戦いはあの続いてるわけなんですよね。でこのままだとタコ殴りにされて負けちゃうわけなんですけどその出した超めちゃくちゃ重たい大砲とヤモの体とそしてケンドウちゃんの体をなんかこ構成の鋼製のワイヤーかなんかでくっつけて足止めするわけなんですよね。 はもう殴られまくって意識を失うわけなんですけど意識を失った後でももう剣道ちゃんを無力化することを計算して仲間の支援をしつつそして一番相手の厄介な司令塔兼エースアタッカーを無力化させるっていうところまで読み切ってヤーモモちゃんは剣道ちゃんに自分の体とつなげて無力化させていたわけなんですよねでそのなんか黒色支配君がちょっと面白いのが青山君をぶち込んだ後牢獄にぶち込んだ後 あの小森ちゃんに報告しに行くわけなんでやみくんと話す時はなんか中二病っぽく「俺はお前をうがつ!」みたいな感じですごい生き生きとしてたけど小森ちゃんに話しかけるときはあの「小森青山捕まえたよ」みたいなふうにあの <laughs> すごいあの僕みたいに陰キャみたいな陰キャみたいなとか陰キャ,のその陰キャに女子と話す時に戻るっていうのがねなんかすごい面白いなっていうふうに思ったんですけどなんかそういう細かいキャラ作りがほんとお上手っすよねこの「ヒーローアカデミア」ってっていうふうに僕ちょっと思っちゃったんですけど。 まあ、あのそんな風にじゃあもうあの剣道の作戦通りの子っていう風に小森ちゃんは言うわけなんですよねただあのなんか音聞こえないってなんか「とこやみこっちに向かってまっすぐ来てない」っていう風に黒色くん言うわけなんですよねっていうのもとこやみくんは山本からもらった暗視ゴーグルをつけて空を飛んであの小森ちゃんたちに接近するわけなんですよねでとこやみくんは遠距離攻撃だけじゃなくブラックアンクって言って自分の体にダークシャドウをまとうことによって近接戦闘も強くしていたわけなんですよね 徳山くんの弱点だった爆豪くんに疲れたりとかしてた近接戦闘っていうのもそのまあ、ダ,ダークシャドウを身にまとうことによって克服してたわけなんですよね。でさらに加えて空を飛ぶようになったのも新技なんですよね。そのまあ、元々ダークシャドウは空に浮いてるわけなんですけどそのダークシャドウが徳山くんを支えることで抱えることによって空を飛んでるわけなんですよ。でさらに加えてその普通に掴んで飛ぶんじゃなくてあのダークシャドウはその 両手を空いいいたた状態でで翼みたいにして浮いて浮いるわけなんですよねだからダークシャドウはその両手も自由に使えるわけなんですよでデク君が <laughs> 今の僕みたいになんかそのただ抱えるだけじゃなくて両手が自由な状況で浮いているそのダークシャドウはも,もともと空を飛んでいるからあの抱えて運んでもらっているんだってな,なんでこんな簡単なことにも気づかなかったんだろうまさにコロンブスの卵だよみたいな風にそに <laughs> ヒーローオタクだからすごい熱弁してるわけなんですよねそのデックん可愛いなっていう風に思って思たんですけど、まあ、何せよ あの、トカくんは新技で、あの、接近して空を飛んで、接近して、黒色くんと小メちゃんを、あの、ボコるわけなんですよね。まあ、気を失わせるわけなんですよね。で、あの、黒色くんを、まあ、また影があったらどこにでも逃げられちゃうわけなんですけど、自分のトカヤミくんのマントの中にくるむわけなんですよ。黒色の中にしか、あの、黒色の中を移動できるわけなんですけど、手の届く範囲の黒いもので包んでしまえば、あの、黒色くんの移動範囲を大幅に制限できるわけなんですよね。で。 まあ、あの吹き出し漫画くんもどっかに隠れてるわけなんですけど葉隠レちゃんが体中のキノコをけあの消して透明な状態で吹き出し君を <laughs> <その> <laughs> ボコるわけなんですよ一方的にあのまあ吹き出し君からしたら透明な人に殴られ続けるんだったらどっから攻撃来てるかわからないわけなんですよ反撃のしようがないわけなんですよねでギョエーっていうふうになってるわけなんですけど物陰か,から剣道ちゃんの巨大な手がニュッていうふうに伸びてきてあの葉隠ちゃん捕まえちゃうわけなんですよねで「ごめん」 ちょっとヤオモモにその絡みつかれてあの援護が遅くなったっていうふうにケンドちゃん来るわけなんですよでさらにトカヤミくんはその小森ちゃんたち倒したわけなんですけど急に <coughs> っていうふうに咳を出し,ます出し始めるわけなんですよねであのまあ小森ちゃんのキノコを生やす能力はあの、まあ、屋外とか建物とかだけじゃなくて人間の体そして人間の体内にも生やせるわけなんですよねで肺にそのキノコを生やして 呼吸困難に陥らてたわけなんですよねいやなかなかえげつない能力ですよね。まあ,あの小森ちゃんの、まあ、個性で手加減はしていてあの数分経ったらあの消えるようなキノコに調節していたみたいなんですけどそんな感じで、まあ、A 組の中でもトップクラスの実力を誇っていた常く君ですら、まあ、絡め手で制圧させられてそして矢面、まあ、も,も含めて A 組は、まあ、惜しくも全員捕まってしまったっていうふうになるわけなんですよね。とはいえいやまあ健闘したでしょって感じなんですけど。 いやまあって感じで A 組が一方的に勝つってわけじゃなくて B 組もちゃんとその A 組と違って A 組はビィランに襲撃されたりとかいろいろトラブルに巻き込まれたりってあったけど B 組はその分着実に基礎能力を鍛えてきたわけなんですよね。っていうところでやっぱり B 組も強いよっていうところが知らしめられた1勝1敗の2試合目が終わったわけなんですよね。で第3回戦なんですけど A 組は翔斗君と B 組 飯田君と小君としかも翔く君がいるっていうなかなか強いチームなんですよね。でまあ,あの敵チームを早速翔く君の遠距離の氷で凍らせるわけなんですよね足場を奪うわけなんですけどいや B 組にも強い人たちがたくさんいて、まあ、あの A 組も B 組, B 組もヒーロー家のメンツはみんな強いわけなんですけどその中でも特に翔人君と同じく推薦で入学した あの骨抜き重蔵くんっていうものを重化させる。柔らかくさせる能力のあの男の子があのなかなかその彼の思考能力とか対応力とかも相まって強いんですよね。で、まあ彼その合宿で襲撃された時はガスを吸って、あのなんか一瞬で役立たずになっちゃったんですけど、この対抗戦ではめちゃくちゃ強かったんですよ。というのも凍らされたとしても、その氷をその重化させて、そのま下、あ、半身とか一瞬で凍らされてたわけなんですけど、そのあの？ 敵チームその氷を重火させて無効化したわけなんですよねで敵チームは骨抜き君とそして鉄鉄君とかまあ近接戦闘に長けた人たちばかりで遠距離攻撃とかできるようなとか策敵ができるような人たちが一切いないわけなんですよね。でどうするっていうふうになっていたわけなんですけどまあ翔人君たちが、まあ、というか翔人君が遠距離で氷を氷付けにしてきたわけなんですけど。 容赦なく火攻め翔聖徳の炎で取り囲んでしまえば熱で体力奪われてそのまま KO だったのにその氷にしてくれてありがたいぜっていうふうにあの骨抜き君は言うわけなんですよね。でさらに加えてもう翔く君たちその A 組の面々も近くに揃っているから正直作敵の必要がないと目に見える範囲に A 組のやつらもいるじゃんとだからもう乱戦だっていうふうになるわけなんですよね。であの まあイーダくんはえまあとかイーダくんとかおじろうくんとかもその飛び回ったりとかして敵との距離を詰めようとするわけなんですけど骨抜きくんがあちこちのその工場跡地のパイプとかは柔らかくしてて足場があのなんか落とし穴みたいになってトラップになってるわけなんですよね。あその辺適当に柔らかくしとったからあの気をつけなっていうふうに骨抜きくんに言われておじろうくんが足滑らしたりとかしてるわけなんですよね。っていうふうにいや骨抜きくんの厄介さがあの対決の序盤から目立つわけなんですけど。 であの飯田くんはその氷漬けの上を歩いてあの骨抜きくんのところに接近するわけなんですけどただその足場が柔らかくさせられて飯田くんが一瞬でその落とし穴みたいにズボッっていうふうにあの埋められちゃうわけなんですよね。で飯田くんの周りの氷をあの氷の重化を解いて氷の状態に戻して「飯田はお前はめちゃくちゃ厄介だからあの完全に動けないようにさせてもらうぜ」っていうふうに骨抜きくんに言われるわけなんですけど骨抜き君あの飯田くんは。 俺俺も今までの俺じゃないぞとどんなところでもいつでも駆け抜ける俺はインゲニウムだっていうふうに言って飯田君の新技の,あのレシプロターボが発動するわけなんですよねでこれまではあのレシプロブーストはあれ,あれレシプロえっ、ー、とレシ,プロレシプロターボがレシプロブーストどっちだっけちょっと忘れちゃった <laughs> あのまあこれまでのレシプロはなんかほんの10秒ぐらいしか超加速できなかったわけなんですけど飯田君はここ数ヶ月 その自分の個性を伸ばす特にそのインゲニウムの,その個性エンジンの能力っていうのはおじいちゃんの代とかからずっと受け継がれてきているからノウハウとか進化させる方法とかはあるわけなんですよね。でまあその歯を食いしばりながら自分の,あの足のエンジンを引っこ抜いて新しいのを生や,そう生やしたりとかしてより強力な加速とか長期間の軌道あの、まあまあ、そのエンジンの底上げができるようになったわけなんですよね。とということでたただいさえ足が速かったのに そのめちゃくちゃ超高速で20分間10分間か10分間ぐらい動けるようになってそのとんでもないエンジンによってその首から下が氷付けで動けなくなっていたけどその氷をあの蹴り砕いてあの脱出するわけなんですよねで、まあ、あの飯田くんがもうめちゃくちゃ速すぎてその「この技の欠点は速すぎて俺でも操作ができないことだ」っていうふうに言ってあの骨抜きくんのヘルメットを蹴り飛ばそうとするわけなんですけど。 あの骨抜きくんもさすがにこれじゃこの飯田は相手にならあの俺が相手にならなすぎると相手が強すぎるとだからあの足止めにもならないと <laughs> あのっていう風に骨抜きくんがその地面を重化させてあのまあえっ、ー、と平泳ぎで逃げるわけなんですよねちょっと一旦これはあのまあ場所を仕切り直して他の仲間の援護に行こうという風になるわけなんですよねで。 ほ他の場所でどういう戦いが繰り広げられているかというと B 組の貝原千くっていう体の体中を回転させる能力を持ったあの個性の近接戦闘の子がいるんですよねでその子とおじろくんが戦ってるんですけど貝原くんはその指先だったりとか腰とか全部回転させられるわけなんですよで指先とか回転するからおじろくんの尻尾のガードとかもとか皮膚とかも全部えぐってくるわけなんですよねその発想まあすごい効率的なんですけどすごいえぐいっすよねで あのおじろくんももちろんその空手少年っていうのあって近接戦闘強いんですけどそれでもそのこっちがガードできないっていうふうになったら結構きついですよねでお城くん結構防戦一方になるわけなんですよねただあの骨抜きくんがどっかに撤収してったおかげでフリーになった飯田くんが貝原くんを捕まえて「あの俺は貝原くんをこのまま牢獄に連れていくお城くんは他のメンバーのサポートに行ってくれ」っていうふうになるわけなんですよねって飯田くんは言うわけなんですよねで その一方で翔く君と翔く君なんですけど翔く、まあ、君の作敵を翔斗君が護衛するっていうような感じなんですけどで残り B 組の2人はテスくテス君と角取りポニーちゃんっていうあの角を飛ばして操ることができる女の子とテスくテス君なんですけどテスくテス君はその体をスティールその体を鋼にすることができるわけなんですけど金属にすることができるわけなんですけど桐島君と個性似てるんですけどそれぞれ違った方向に進化してあのテスくテス君は。 めちゃくちゃゃく暑い場所をあの暖炉の中とかで耐えて個性を伸ばしてそ熱に耐えられるようになったわけなんですよねでその氷にも氷点下の温度にも耐えられるようにその温度変化に強いような状況になったわけなんですよだからまあともう A 組 B 組の中でもトップクラスでショートクン対策ができるような個性に進化したわけなんですよねでさすがに近距離戦闘になったらその鋼の硬さを持つそのまあボクサーというかその 近接格闘させられたらショートくんもいくら近接戦闘普通に強いとしてもあのまあまあ、きついわけなんですよこっちの打撃はその鉄に鉄に向かってパンチしたら痛いじゃないですか <laughs> だからあのショートくんは氷で壁を張ったりとか相手の体の動きを止めたりとかそして熱を遠距離から放ったとしてもガンガン距離を詰められてふんっていう風にあのパンチさせられるわけなんですよねショート君くんが鉄鉄くんによってそのショ,ショートくんの圧倒的な あの遠距離制圧能力っていうのを防がれるわけなんですよねで角取りポニーちゃんの無限に角を生やしてきて遠距離攻撃っていうのをあの庄司君はそのなんかゴムゴムのガトリングみたいに腕を大量に複製腕で増やしてゴムゴムのガトリングというよりあのシャーロットカタクリの持ちによって腕を増やすやり方の方が似て,似てるかもしれないですけど複製腕で腕をいっぱい増やして角取りポニーちゃんの角を「オラ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 」って「オラ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 」は徐々か <laughs>。 いいろろ混ざっっちゃったんですけど、そのポニーちゃんの攻撃を防ぐわけなんですよねであの、まあ、飯田君はあの、まあ、貝原君を収納した後収納というか投獄した後、まあ戻ろうとするわけなんですけどその後どういうふうになるのかっていうと。 おじろくんは、まあ、飯田くんが助けに来てくれたおかげでフリーになったわけなんですよね。ということでポニーちゃんと庄司んが戦っている中に助けに来てくれるわけなんですよ、まあ。ポニーちゃんの無限の角発射攻撃も根元を押さえてしまえばそれ以上出せないということであの、まあ、飛びかかるわけなんですよね。だったらあの骨抜きくんがあの、まあ「俺って意外と仲間思い」っていうふうに言ってあの援軍に来るわけなんですよね。地面を重化させてて泥みたいにしてくんと そしておじろくくんんんが沈ででいくわけなんですよねただおじろくんも必殺技を持っていてあのまあ作っていて、まあ、尻尾を泥化した水中みたいな地面の中でコンクリの中であのまあ旋風を巻き起こしてあの骨抜きくんを場外にというかあのコンクリの壁にバーンっていうふうに叩きつけるわけなんですよねであの骨抜きくんもグワッっていうふうになるわけなんですけどやっと致命傷を与えたっていうふうになるわけなんですけどただあのおじろくんはそのポニーちゃんの角に押されてというかそのまあ あのポニーちゃんをずっと尻尾でぐるぐる巻きにして拘束している状況なんですけどポニーちゃんはあのその状況からおじろくんの尻尾に角をぶすっていうふうに刺してそして角の推進力を生かしておじろくんに捕らえられている状態なんですけどおじろくんをつ角で操って操作してあのポ,ニーちゃんがポニーちゃん側の B 組の牢屋の中におじろくんをバーンっていうふうにぶち込んだわけなんですよね。 っていうふうにポニーちゃんが、まあ、絶対絶命の状況でも諦めずにその対策を取ったことによって、まあ、ルール上はどんな体制からでもたとえ拘束されていようと敵をその牢屋にぶち込んでしまえばこっちの勝ちになるからそこでおじろくんはリタイアするわけなんですよねであの、まあ、骨抜きくんは庄司くんよりも先に翔太くんを狙いに行くわけなんですよねまあ確かに厄介さで言ったらそれは翔太くんの方が上だって感じなんですけどで翔太くんは鉄哲くんに苦戦してるわけなんですよね 氷も熱も耐性を持つ鋼の体で、で、まあ、 このままショート君がタコ殴りにされているわけななんですよなんかここまで一方的な翔斗君の姿を見るの結構珍しいんですけど翔斗君はどうするかっていう時に追い込まれた時にそのここ最近ずっと練習していたあのずっと氷に頼ってその生きてきたわけなんですよね彼の反省は。そのお父さんを否定するために炎を使わずに生きてきたわけなんですけどだからここ最近やっとデク君のおかげで自分の能力と向き合ってお父さんと向き合って家族と向き合って炎を使うっていうことをし始めたわけなんですけど。 でその炎の中でお父さんのエンデバーの必殺技の攪拾熱拳を、まあ、習得しつつあるところだったんですよねまあ,あの温度をめちゃくちゃ高くするわけなんですけどそこで鉄鉄君くんが耐えられないぐらい鉄を溶かすぐらいの何千度もの3,000度とかかなぐらいの温度にあの自分の体温を上げようとするわけなんですよねでまあ翔斗くんはその氷があるからその、まあ、氷を使ったとしても体が冷え切る前に炎を出せばいいし炎を出しすぎたとしても自分の氷で体温調節ができるっていうまあ 改めてめちゃくちゃ強い能力なんですけどでテステスくんと我慢比べするわけなんですよねでテステスくんと殴り合いをする中もうテステスくんも耐えられなくなって意識を失いかけるわけなんですよねただそんな時に骨抜きくんがテステスくんの増援に来て助けに来て「そのままだとテステス溶けちゃうよ」っていうふうに言ってショーくんの足元を重化させて。 ああの足,は足場を崩すというかバランスを崩させるわけなんですよねでさらに上空から配管が翔斗くんの頭にバーンっていうふうに当たってさすがに翔斗くんも致命傷なわけなんですよねただ哲哲くんもそして翔斗くんももう満身創痍なわけなんですけどそんな時に骨抜きくんの頭を飯田くんがその。 帰ってきてきりり抜抜くくわわけけななんんですすよよねね振足を思いっきりでカイバル君を捕まえてそこから帰ってきたわけなんですけどやっと骨抜きくんにあのまあ骨抜きくんにそのおじろ君の一撃と合わせてあの、まあ、痛恨の一撃を放つわけなんですよねで骨抜き君ももうその蹴りでやばいこの,このクリーンヒットはマジで意識失うっていうふうになるわけなんですよねでこのまま意識失って俺のミスのせいでチーム全体が負けるの嫌だなっていうふうになって骨抜き君はその一瞬の判断で。 目の前にあるその巨大なタンカーというかそのあのケミカルその化学系の,あの薬品が入っているであろう建物を柔らかくするわけなんですよねで「テステスこれ押せ!」っていうふうに言うわけなんですよでテステスくんも朦朧とした意識の中で最後の力を振り絞ってバーンっていうふうに頭突きをかますわけなんですよねでその建物がゆっくり倒れていくわけなんですよイ飯田くんはまあテステスくんも意識 失う寸前だしあの骨抜き重く君にも致命傷を負わせたし二人ともダウンするから一旦たん翔斗君を助けようと連れて逃げようっていうふうに逃げてたわけなんですよねただその逃げる行く先に鉄く君が頭突きで食らわした建物がバーンっていうふうに落ちてくるわけなんですよね。で飯田君はなんとか翔く君をポイっていうふうに前に出して翔く君を巻き込まれずに済んだわけなんですけどそして飯田君は意識は保ってるんですけどそのあの骨抜き君の重化が溶けて。 あの解除されて柔らかかった工場がまた硬いその鉄製の建物に変わってしまってあの飯田君の左足というか下半身がもう埋められて動けない状況なんですよね意識は保ってるけどねで翔く君は意識失っちゃってでもうあとは翔く君とポニーちゃんだけなわけなんですよねでポニーちゃんはその意識を失った鉄くんとあのほあの骨抜き君を抱えてそして翔く君も抱えた状態で。 んから逃げるわけなんですよねというのも、まあ、骨抜きくんと鉄鉄くんを庄司君が抱えてそのまま牢屋にぶち込まれたら人数差であの捕まえた人数の多さで B 組が負けちゃうわけなんですよね。で轟トト君を放置していると庄司君が多分肩を揺さぶったりとかして翔く君,君が目を覚ましてあの遠距離の氷とか炎とかの攻撃でポニーちゃんが一方的にやられちゃうからだから意識を失っている3人を無理やりポニーちゃんは担いでるわけなんですよね。ただ さすがにその4本角を使ってフルアタックをした状態でも庄司君を倒しきれなかったのにそのもうまあ敵味方3人と自分を浮かせるのに角4本使っちゃってるからもう庄司君と戦う力が残ってないわけなんですよねポニーちゃんにとって。でそれって無限に追いかけこうすんのかって話なんですけどただその試合の制限時間15分がもう迫ってきていてあの試合は引き分けという形で終わったわけなんですよね。でまあ煮え切らないような展開なんですけど実際の戦闘においては。 自分が分が悪いなっていうふうに思った敵と快敵した場合はまあ確かにその有効な個性を持つ援軍というかヒーローが現れるまで時間稼ぎをするとか待つとかっていうのは有効なあの手段ですよねただあの僕個人としては「ポニーちゃんこれ勝ってたんじゃないの?」っていうふうに空中で距離を取ってその庄司君を空を受けるわけじゃないから空中でめちゃくちゃ、まあ、3 0ルぐらい高い場所にいてそのまま庄司君と距離を引き離して翔斗君を投獄しに行ったら。 あの人数差でポニーちゃん勝てたん,勝てたんじゃないのっていうふうに思っちゃったんですけどまあなんかそんなに高いところに浮いた場合ポニーちゃんの角の操作性が、まあ、もし角が滑って翔く君たちが高いところから落下して死んでしまったらいけないからっていうようなことがあったのかもしれないんですけどまあ何せよ第3回戦は引き分けになるわけなんですよね。ということで A 組 VSB 組の戦いはい勝ぱ敗1分けの状況になるわけなんですよ。あと2回戦 あの第4回戦の A 組の主要メンバーはカッちゃん,なんですよねかっちゃんと次郎ちゃんと佐藤君とセロく君のチームでで B 組の敵は厄介なあな B 組の推薦枠のトカゲ・セツノちゃんっていうまあ,あのすごい頭の切れるなかなか心理戦にたけた子がいるんですけどであのモノマくんがすごい A 組を挑発するわけなんですよねいやー次のチームにはあのトカゲがいるよあ,あの子はいやらしいからね 爆豪君も勝てないんじゃないのかなみたいな風に盛大に煽ってくるわけなんですよねでかっちゃんはその完全勝利だやるからにはあの俺に策からついてこいっていう風に言うわけなんですよねで早速試合が始まるわけなんですけどまあ次郎ちゃんがイヤホンジャックでその音を聞き分けて策的できるわけなんですけど最初からジャミングというか地面にイヤホンをぶっさしても相手の位置を特定できないわけなんですよねうるさっていう風にというのも トカセツナちゃんは個性がトカゲの尻尾切りって言って尻尾だけじゃなくて体もう手とか胴体とかっていうのをなんか50個ぐらいバラバラに,の肉片に変えるることがででできるわけなんですよねババラバラにして自分は空中浮遊して目をカッちゃんたちの近くに移動させて情報収集したりとかその肉片をいろんな配管にバン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 っていうふうに当てて,当て,てあのいろんなところで音を出して二郎ちゃんの作敵を邪魔しているわけなんですよね。っていうふうに序盤からその出鼻をくじこうとしてくるわけなんですけど。 でさらに加えて、まあ、一旦せろくん敵と会、まあ、ったらかっちゃんが機動力を生かして敵を探るとであの、まあ、敵を見つけたらせろくんのテープだったりとかあの佐藤くんの,あの、まあ、筋肉だったりとかで相手を制圧するっていうような感じだったんですけどしかも二郎ちゃんの中距離攻撃もあるしねただあの敵にバレてると場所がバレたというふうになったから一旦セロせろくんがその辺にせろテープバーっていうふうに。 あのワールドトリガーの修んがやっているみたいの,のス,パスパイダーみたいに周りを取り囲むわけなんですよねただセロ君のテープのバリケードをその、まあ、建物の上ぐらいからあの上空というか高いところからボンド君がそのボンド小次郎君だったかな上から瞬間接着剤をバーっていうふうに振りまくわけなんですよね。で敵がが近づいいいててれないように張っていたテープがあの まあセロくんたちが動けない自らの首を絞めるような雲の巣になっちゃったわけなんですよね。でさらに加えてあの敵チームには体から刃をはるあの生やすカマキリくんっていう敵がいてでその B 組の子がその周りの建物をスパスパ切ってあの接着剤付きのセロテープと建物建物がまああの佐藤くんたちの上に降りそい,いで送えてくるわけなんですよね。でやばいこのまま絡め取られるって感じなんですけどしかもその隙に乗じてあのカマキリくんが そのまあ、二郎ちゃんただその瞬間にカッちゃんは次郎ちゃんとカマキリくんの間に入ってカマキリくんに爆破をバーンっていうふうにぶっ放すわけなんですよね。というのも作戦前あその試合開始前にカッちゃんは、まあ、今までのカッちゃんからは信じられないような言葉だったんですけど「俺がピンチの時はお前らが助けろ」そして「お前らがピンチの時は俺が助ける」この「この戦法でいくぞ」っていうふうに言うわけなんですよね。であの まあ、かっちゃんはその有言実行で二郎ちゃんを助けてカマキリくんを吹っ飛ばしてそしてあのまあ建物の上らへんに行ってせっせこ逃げるボンドくんいいに追いついて一瞬で瞬殺するわけなんですよね全身に爆破をババババババっていうて10発ぐらいあの一息で浴びせるわけなんですよねでそのままあのまあトカゲちゃんをあの倒しに行くわけなんですけどただ その影に隠れていた合わせくんがそのわせ溶接くんって物ののを、まあ、人間とかいろんなものに分子レベルでくっつける結合させる能力を持ってるわけなんですけど一瞬でかっちゃんをその壁とか,そのあのなんかコンクリの壁とかにあの周りの道具を使って接着するわけなんですよね溶接するわけなんですよねただかっちゃんが言ってた「俺がピンチの時はお前ら,お前らを助けろ」っていうふうに言っていたように佐藤くんが後ろから「シュガーラッシュ」っていうふうに言って「あのまあオラ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 って感じで。 あのかっちゃんの体にくっついていたコンクリの,あの、まあ、なんか道具とか高速、まあ、具を解くわけなんですよね壊すわけなんですよねでかっちゃんがそのままの勢いで合わせくんに爆破の嵐をお見舞いしてであとはトカゲちゃん一人になるわけなんですよねでトカゲちゃんはトカゲの尻尾切りにちょっと弱点があってまあ,あのドラゴンボールのピッコロみたいにその。 完全に腕が消えました。とか、そのトカゲのしっぽ切りで動,動かしている。体っていうのは一定時間経ったら動かなくなるわけなんですよね。で、例えば関心をまるまる。そのバラバラにして動く。遠隔操作していたとして動かなくなったから、また関心生やしましょう。っていう風になったら、やっぱり体力使うわけなんですよね。だからトカゲのしっぽ切りである程度エネルギーを使い果たした。体っていうのはあの。 トカゲちゃんの体に帰ってきてくっついてまた充電してあのもう一回体を切り離すっていうようなことをしないと体力をどんどん奪われていってしまうわけなんですよね。だからそのジローちゃんも定期的にそのまあ、索敵をしてたわけなんですけどなんかジャミングの雑音の数が減ってるよみたいな風に言ってたわけなんですよね。でその話からセロ君はひょっとして トカゲのの切りの個性って体力に上限があるんじゃねとで一定数はその元の肉体そのトカゲの体に戻してるんじゃねっていうような仮説があって戦闘前にかっちゃんがその佐藤くんたちに1人1個ずつ自分の,あの汗の入った手榴弾を渡してくれたわけなんですよこれ適切なタイミングで使えっていうふうに渡してくれてたわけなんですよね。でそロくんが自分のテープを使ってあのトカゲちゃんの体に手榴弾1個くっつけておいて。 ですよねボカーンってでまあそ,それで隙ができたところにかっちゃんが来てあのトカゲちゃんに爆破をあのお見舞いするわけなんですよね。でトカゲちゃんも「あ,あんたほ本当誰なのよ!」っていうふうにそのなんか今までと違う協調性というか抜群のチームワークを発揮して圧勝したかっちゃんに向けて圧勝するカッちゃんに向けて「こんなお利口さんじゃなかったじゃないの」っていうふうに言いながら負けるわけなんですよね。 というモノマくんもあんぐりするわけなんですけどあのなんか「誰だあのいい子ちゃん」っていうふうになってで B 組のカマキリくんたちも「まあ仕方ねえぜ次やろうぜ」みたいなあの思ったよりなんか性格が明るかったので僕ちょっとカマキリくんにびっくりしたんですけど、まあ、何せを「かっちゃんは先行ってるぜ」ってデイクくんはたきつけるわけなんですよね「俺は完全勝利だデイク」くって「お前にできるか」っていうふうに言うわけなんですよね。でオールマイトも かっちゃんに向けて震えたよ。っていう風に褒めるわけなんですけど、かっちゃんはなんかすごい。あの似たってい笑いしながらすごい。北斗園で数でも引いてんじゃねえのっていう風に喜ぶわけなんですよね <laughs>。この強がりながら笑う。かっちゃんがなんかすごい。あの可愛いなっていう風に思うんですけど。いやー、まあ、あの元々個人でも最強クラスの能力だったのに、ちゃんと周りを使って選挙を冷静に分析して、そしてあのまあ、めちゃくちゃ早い。短期決戦でなおかつ完全勝利っていう。 まあまあ圧倒的な成績を叩き出したわけなんですよねということで第5回戦最終戦はデック君のチームなんですけどデック君とお茶子ちゃんと足戸ちゃんとミネタくんのチームバーサスシンソくんそしてモノマくんのチームなんですよねであのまあデック君はその先方としてはやっぱ機動力の優れるデック君がさっきのカッチャンと同じように前線に出て敵を探してそして敵を引きつけてまあ あのおちゃこちゃんの無重力とか足戸ちゃんの3を出すとか峰田君の,そのくっつくボールを出すだったりとか強力な個性なんですけど、まあ、遠距離で進化を発揮する能力とかも多いから一旦デク君がおとりになって探しに行くっていう作戦をとるわけなんですよね。でまあそうやって試合が開始したわけなんですけど早速モノマ君が現れてデク君に「君あのなんか君一人で僕たちを相手にしようとしてるのかい?」って「ずいぶんなめてるね」みたいな風に挑発してくるわけなんですよね。 でおそらく新造くんの洗脳の個性をコピーしてるからあのモノマくんの挑発に乗ったりとか返事をしたらそのまま戦闘をあの洗脳されてしまうかもしれないのでデクくんはその黙ったまま返事をしないまんまモノマくんと戦闘を開始するわけなんですよねでその頃そのあのお茶子ちゃんたちは3人で行動していたわけなんですけどその3人の場所を特定されて。 敵チーム B 組チームの残りのメンバーも遠距離攻撃が結構得意なメンバーが多くて例えば物をポルターガイストっていうその自由に念動力,力みたいに動かすことができる柳ちゃんだったり物をちっちゃくしたり大きくしたりできる古代ちゃんだったりなんかウルトラマンみたいな格好してるんですけど。で、で時間差で もともと殴っていたものに追加で衝撃を与えるっていう翔太二連く君ってなんか名前すごい面白いんですけど翔太君だったりそして人を操る洗脳を持った新相君っていうような、まあ、ほっといて遠距離であの、まあ、距離を詰めないとボッコボコにされるようなメンツが揃ってるわけなんですよね。で敵チームはどういうことをするかっていうとまずその古代ちゃんがそのボルトとかナットとかその辺の,その工場の部品とかをめちゃくちゃ小さくしてそれを柳ちゃんがあの まあ操作すするわけなんですよねそしてお茶子ちゃんたちの前に持っていくわけなんですけどその柳ちゃんの物を動かす能力っていうのは重たすぎると操作性を失うというかあの、まあ、人の重さぐらいまでのものしかあの運べないから古代ちゃんの能力で小さくしてであのお茶子ちゃんたちの近くに行ったら大きさを古代ちゃんの能力で大きくしてでっかいナットとか1メートルぐらい直径1メートルぐらいあるようなナットとかを出現させるわけなんですよね。でさららに加えてその連撃君があらかじめその あのいろんな部品とかを殴っておいてで「ァイヤーっていうふうに任意のタイミングでもともと殴っていた力を数倍の力でその増幅させてそのお茶子ちゃんたちの近くでその巨大なナットがもう車が突っ込んできたかっていうぐらいそのいろんな場所に乱反射するわけなんですよね。っていうふうにその姿が見えない場所から一方的にその道具が飛んできて湊君たちはすごい立ち往生するっていうか「逃げろ!」っていうふうになるわけなんですけど。 でさらに加えてモノマくんは人の能力をコピーできるから状況に合わせて遠隔操作能力持ちの彼らの,あの、まあ、能力を個性,して個性をコピーして戦っているっていうなかなか厄介なチームなわけなんですよね。でまあすかさずおちゃこちゃんたちはリンチの状態だったので避難するわけなんですけどであのデクくんはその、まあ、モノマくんと戦っている時にシンソウ君も見つけるわけなんですよね。 で心臓君はもう第一回戦の試合を見たの時にまあ分かっていたようにほっといていたらそして姿を見失ったらあのもう大変なことになるわけなんですよチー,ムとのチームでのコミュニケーションも取れないしねだから心臓君をまず捕まえるっていうふうになるわけなんですけど心臓君を捕まえようっていうふに思ったらあの捕まえるっていうふに思って跳躍したら体の中で急な違和感が発生して腕から謎の黒いムチがあの たくさん出てくるわけなんですよね本片,片腕ごとに五六本ずつビュンっていう風うに伸びてきてで、無差別にその周辺を破壊し始めるわけなんですよねで、デック君もなんだこれコントロール効かないっていう風うになってモノマク近くにいたモノマ君とシンソー君に対して逃げてっていう風うに言うわけなんですよねでというのもデック君はなんか最近ちょっと調子おかしいなっていう風うに思ってたわけなんですよねこの A 組 B 組対抗戦の前日の夜デック君はなんか腕が暴発して そのベッド周辺ががボカンっていう風になっててなな目が覚めたわけなんですよねで夢の中でその、まあ、初代の「オール・フォー・ワン」とかがその「気をつけて得意点はもうとっくに過ぎている」っていうふうに言ってたわけなんですよね。で隣人の隣の部屋の青山くんが「緑谷くん君あの緑谷くん緑谷くんって言ってたかなあの昨日そのなんか部屋騒がしかったけど何かあったのっていうふうに聞かれるぐらいすごいご音を出してで「オールマイト」にも「 ななんんんかこんなことあったんですけどその得意点がどうとか言われたんですけどで寝ている最中に暴発したんですけどこれってなんか「オールマイト」も経験ありましたかっていうふうに聞いてえっそれ知らないねっていうふうになったわけなんですよね。でまあどうやらそのオール・フォー・ワンの力が覚醒したことによってワン・フォー・オールにも影響が与えられてるんじゃないのかっていうふうに推測するわけなんですけどまあそんで A 組 B 組の対抗戦をする前に。 オールマイトが「緑谷少年大丈夫かい力が暴走したりしないか?」っていうふうになるわけなんですけどなんかあれ以来暴走もないんで大丈夫だと思いますっていうふうに言ってたんですけどいざ試合が始まって真く君を捕まえようっていうふうに思った時に力が暴発しちゃったわけなんですよねでデック君が苦し空中で苦しんでいるわけなんですけどでお茶迦ちゃんもその周りの壁とかが破壊されてその苦しんでいるデック君の姿が目に浮かぶわけなんですよね目に映るわけなんですよね でお茶子ちゃんはもともとヒーローに憧れていたところもあったしそのお父さんお母さんをお金で支えたいっていうのもあったけど根底としてそのヒーーローが頑張ったことによってそのたりのそのよね。そのでそ,その一方でヒーローが傷ついた時ヒーローが心が折れそうになっている時誰がそのヒーローたちを助けてあげられるんだろうっていうようなちょっと一歩引いた視点で物事を考えていた。 でだからこそ一生懸命頑張りそのボロボロになるデックくんの姿を見てデックくんの支えになりたい助けたい力になりたいっていうふうにずっと思っていたわけなんですけどデックくんが今目の前で苦しんでるわけなんですよね涙を流しながら「みんな逃げて!」っていうふうに言ってるわけなんですよね。でお茶子ちゃんは必死に無重力でピョーンっていうふうに飛んでデックくんに抱きついてあのまあ,あの「デックくん落ち着いて!」っていうふうに言うわけね落ち着けっていうふうに言うわけなんですよね。で ちょっとその様子を見ていた遠くで見ていた相ー先生たちもというかオールマイトがあのイレーザーヘッドちょっと様子が緑谷少年様子がおかしい止めた方がいいかもしれないっていうふうになってあのまあブラッドキング含めて3人でそのまあ近くに行くわけなんですよねイレーザーヘッドの個性でいざという時止められるように近くに行くわけなんですけどただ真相君はそのデク君の暴走を目の前で見るわけなんですよねでシンソー君はその 君とデック君と戦うこと再戦することをずっと楽しみにしてたのにお前何やってんだよとそのなるわけなんですよねでデック君が心臓君にあの僕に洗脳をかけてっていうふうに言うわけなんですよねで心臓君がその「俺ずっとお前との戦い楽しみにしてたんだぜ何やってんだ早く戻ってこいよおい緑谷俺と戦おうぜ」っていうふうに心臓君が。 彼のキャラクターらしからぬ熱い発言をしてデックくんがうんっていうふうに呼びかけあの呼びかけに応じるわけなんですよねでシンソウくの洗脳が発動してデックくんの個性のコントロールが一時的にゼロになって黒ムが収まるわけなんですよね引っ込んでいくわけなんですよねであのまあ相沢先生たちも近くに来ていたんですけどもうちょっと様子見ようとなんかまだ戦いが続いてるみたいっていうふうになるわけなんですよねでデックくんはそのまあ 気を持ち直してごめんちょっと迷惑かけたってそのなんか力が暴走しちゃったんだっていうふうになるわけなんですけどただモノマくんがディックの目の前に現,現れてオーダーするわけなんですよねまだ試合は終わってないぞってそんな隠しもあったのかっていうふうに言うわけなんですけどただモノマくんはその殴った時にモノマくんが相手を触ったら相手の個性をコピーできるわけなんですよねでも彼も個性を伸ばしていてもともと体育祭の時は 触れた相手の能力を5分間コピーできるけど、ストックは1つまででだったんですよ、ねでまあコピーできる能力にしてはちょっと弱いなっていうふうに僕は思ってたんですけどデクくんが個性を伸ばしたことによってこの半年間で個性のストック同時ストックが3つぐらいに伸びてさらに個性をコピーできる時間も15分ぐらい伸びてるわけなんですよねでモノマくんはデクの,あのデックくんの個性をコピーしちゃったわけなんですよねでデクくんは焦るわけなんですよそのオールマイトに教えててもらっていた、その、 なんかちゃんと体を作ってない状況であの器を作ってない状況でオールマイトの「オール・フォー・ワン」の力を「ええっと、ワン・フォー・オール」の力を使ったら獅子がもげるっていうふうにオールマイトから説明を受けていたから「<laughs> モノマくんちょっと待って」ってその今使ったらその体がもげてしまうっていうふうにモノマくんの体が破壊されてしまうっていうふうに思っちゃったんですけどただ幸いなことにデクくんの,の「オール・フォーワンのんう・ワン」の「ワン・フォー・オールの」のワン・フォー・オール」の その力を蓄えて他人に譲渡する個性っていうのは力を蓄えるっていうことをあのされてないからモノマくんにとっては空振りだったわけなんですよなんだすか,かっていうふうにモノマ君は言うわけなんですよねでまああのまあ幸いなことに一度仕切り直しになるわけなんですけどデクくんが大暴れしたおかげで敵チームの遠隔操作能力の,あのまあ古代ちゃんとかの場所も割れたしここからは乱戦だっていうふうになるわけなんですよね。でデク君はもう暴発を また暴発してしまったらい,かない,いけないからフルカウルを使わずワン・フォー・オールを使わずに真相、まあ、君を追いかけることを決めるわけなんですよねおちゃこちゃんにそのもうあの今回の試合また暴発するかもしれないからさっきの力使えないとだからおあのフルカウルも使えないとだからその浦中さんあの僕を浮かしてって飛ばしてっていうふうに言うわけなんですよねそして真相、まあ、君を真っ先に捕まえなきゃいけないっていうその目的だけは変わらないからであの、まあ、近くにいる モノマ君をあのお茶子ちゃんは捕まえるわけなんですよね。捕まえて無重力で浮かして、あの牢屋に連れて行くわけなんですけど。でものまくん。なんか意外とあっさり捕まって退場するんだなっていう。風にちょっと僕意外だったんですけど。でものまくんもあの捕まりながらも連れて行かれながらも、ずっとお茶子ちゃんに話しかけるわけなんですよね。洗脳の能力に呼びかけてほしいから、あの答えてほしいから。あの。 僕の個性はあの、今時計3つつけてるけど実はこれはブラフで4つかもしれないよ実はあの味方の4人全員の個性も持ってるかもしれないよみたいな風に言ったりとかあの他の味方の助けに行かなくていいのかいっていう風に言ったりとかするわけなんですけどお茶子こちゃんはあの、まあ、口を開かない状態でグッっていう風に拳を握って大丈夫だってあの私はこの方法で大丈夫だっていう風に言ってまあ シンソー君のコピーを個性をコピーしてるかコピーしてるとしても対策はバッチリな状況でモノマくんを牢屋にぶち込むわけなんですよねただモノマくんがあのまあ僕の最後っぺだよとその深層くんとモノマくんはに似た境遇なんですよねその二人とも強力な個性なんですけど自分一人では何もできないとその深層くんも対人戦闘では強いけど 一人でなんかガレをどかしたりとか人の場所を探したりとかってね非常に難しいわけなんですよね。モノマくんも他に周りに強い個性がいたら進化を発揮するわけなんですけど、あのそ,その力を借りないとあのまあ十分に戦えない個性なわけなんですよね。っていうのもあって新総く君僕からのお君上げだ頑張れよっていうふうに言うわけなんですよね。デッくんは無重力の能力をもらっているから。 シンソーに必死に追いつこうとするわけなんですけど心くんもその首にマフラーみたいに巻いてた相沢先生の捕獲符を使ってあのすごいなんかアスレチックかのよようにピュンピュン逃げるわけなんですよねそしてただデック君が追いつくぞっていう時にくんあモノマ君がデック君の体顔をバーンっていうふうに一回ぶってたわけなんですけどその時に正ダに蓮く君の個性をモノマ君はコピーしていてデックんに対してファイヤーっていうふうに時間差であの。 デック君は距離が離れるわけなんですよ真相君から。で真相、まあ、君が立て直す時間をあの、まあ、作られてしまうわけなんですよね急いで真相君を追いかけるわけなんですけど真相君はそのわずかな時間のうちに捕獲風をうまく使ってあのシ,シド君を第1試合でパイあの配管庫を落下させて攻撃した時と同じように。 3方向ぐららいから同時に配管をを落とししてデク君を攻撃したわけなんですよねただデク君はあの、まあ、意識的に黒ムチを使って一瞬あの、まあ、暴発させるんじゃなくて深層君を捕まえようというふうに思った瞬間に黒ムチが発生したということはその捕まえるというイメージを明確にして行動するとこの黒ムチを一瞬だけでも操作できるんじゃないのかっていうふうに思って。 黒を一瞬だけ出してその周りの配管口をいたっていうふうに止めるわけなんですよねでしんそうくんをそのままあのそのまま近接格闘であのまあかっちゃんがまあえっ、ー、とあれなんだっけ、えー、仮免取得をしてかっちゃんとデクくんが。 あの夜に勝手に喧嘩してっていう時にかっちゃんに制圧された時と同じような格好でデック君がシンソウ君をその上に馬乗りになってあの動きを止めるわけなんですよね。でまあその乱戦の最中お茶子ちゃんも峰田君のくっつけるあのブヨブヨがありますよねモギモギがありますよねそれでコダイちゃんを壁に貼り付けたりとかあのアシドちゃんがあのショウダに蓮く君をぶん殴ったりとかそしてえっ、ー、と。 柳ちゃんか柳ちゃんも捕まえて4ゼ0まあ,あのとりあえず4ゼ0というか、まあ、厳密にいったら全員を戦闘不能の状況にして、まあ、結果から見たらこっちは誰もリタイアしない状況で相手を倒すことができたわけなんですよねで全試合が終わりましたとじゃああとは好評というか反省会みたいな感じになるわけなんですけど真相、まあ、君は2試合とも十分な活躍してその A 組 B 組のメンツに対して相澤先生たちが もうお前ら薄々感づいてると思うがシンソウはあの今回の編入試験で、まあ、今回の,あの、まあ、対抗戦が編入試験ということに気付いた上で十分な成績を残したと来年からはこいつもヒーロー化としてあのどっちのクラスに入るかはまだ不明だが活躍することになるからお前ら決まっていけよというふうに言うわけなんですよねでシンソウくんもその負けたことに対していろいろ課題が自分の中で浮き彫りになっていたことに対して そのやっぱりヒーローヒーロー化としてあのヒーロー化にみんな半年間頑張ってるからキャリアの差があるわけなんですよねそれに対して仕方ないよねじゃなくて悔しいですっていうふうにちゃんと前を見,て見据えてみんなに追いつこうとしているところっていう姿勢も出てくるわけなんですよねでデックくんはいつものオタク口調でいやにしてもその真相くんのその保護区の使い方とかまるで相沢先生みたいだったよっていうふうにすごい饒舌になって喋るわけなんですけどまあとにかく A 組 B 組の対抗戦は一息つきましたと。 で、その夜デック君は暴走した力についてオールマイトに相談したりとかカッちゃんに話すわけなんですよねでその力が使えるようにカッちゃんと追いかけっこというかその模擬戦闘を行うわけなんですけどまあデック君は力をうまくコントロールできずに爆破されまくってであのまあ,あのか体が顔がそのアフロマミリに黒焦げにされるわけなんですよねまあそんなこんななこで、 そのデックの中でそのまあ9代目だったからこれまでの8人の先代の積み重ねてきた個性たちが次々と発言するかもしれないと。でいつ発言して今回の黒虫みたいに暴発するかもしれないから少しずつこっそり訓練をしていこうっていう風になるわけなんですよね。うん、というところでそのなんかデック君の成長とそしてクラスメイトたちの,あの成長も見れた上に。 でっくんは今後さらにそのポテンシャルが発揮されるんじゃないのかなっていうところで A 組 B 組対抗戦が終わるわけなんですよね。とはいえ、まあ、僕たち読者が懸念しているそしてその他のクラスメートたちも「おい緑やあの黒い力なんだ?」っていうふうになるわけなんですよね。お前全く別の個性出てるじゃねえかっていうふうになるわけなんですよね。そう複数個性所持者っていうふうになったら誰でもあの「オール・フォー・ワン」のことを思い浮かべますよね。でかっちゃんも「おいいよいよデクのこと隠しきれなくなってんじゃねえか」っていうふうに。 まあ、オールマイトに相談するわけなんですけどそうだなっていうふうになりながら話は進んでいくわけなんですよねで「ヒロアか5期」はアニメの後半からあのなんとデクんじゃなくてその、まあ、敵サイドの宿敵の信楽十村信楽十村の方に焦点が当てられていくわけなんですよねでまああのどういう話かっていうとちょっとマインドマップ <laughs> マインドマ,マップ作りすぎたみたいなんですけど ゆっくり読んでいきますねまあそういう期末あの、えー、と12月上旬の対抗戦もそして期末試験も終わってでかっちゃんと翔斗くんは仮免歩行を終えてついにそのデッくんたちにその免許の,あの面で追いついたわけなんですよねでその帰り道まあオールマイトが迎えに来てたわけなんですけどその帰り道の,あの夜の街でなんか早速ヴィランが現れたと銀行強盗が現れたみたいな感じなんですよね でなんか炭酸を使う銀行強盗団だったんですけどそいつらをかっちゃんと翔トくんがあっさり制圧してでさらにあの、まあ、盗まれたバッグとかも安全に回収してそして通行人をなんかあの、まあ、被害から守ったというかその電柱というか電灯みたいなやつが一般人のところにあのへし折れて落ちてきたんですけどそれをかっちゃんが守ったりとかそうなんだろうかっちゃんも今まで戦闘狂みたいなところがあったけど。 なんかそのこれまで仮面歩行で子供たちと戯れたりとかその人を守ること勝って守ることに注目していたわけなんですけどまあ、守ることも彼のプライオリティの中に結構上位に食い込むようにな,になってきたわけなんですよね敵を倒すだけじゃなく制圧すだけじゃなくてその被害に遭った一般人たちの被害を最小限にするとか守るとかっていうところもかっちゃんと翔徳の中で身についてくるわけなんですよねでそんな中藍澤先生と あのプレゼンスマイクは警察に協力依頼を受けるわけなんですよね。というのもワープ能力のクロギリを先日グラントリノが森の中で捕まえたわけなんですけどでそのクロギリをもうあの刑務所の中で閉じ込めてるわけなんですけどなんと彼の体をいじくってあの調査していたらこのクロギリもすごい高度な知能を持ったノームだということがわかるわけなんですよね。でしかもそのクロギリの媒体となった元となった体っていうのは。 その相沢先生とプレゼントマイクの高校時代の親友だったおぼろくんだったわけなんですよね。でまあもちろん人格とか性格とか全然違うし黒桐の中黒桐はその相沢先生たちのこと朧ぼくんの記憶が一切残ってないわけなんですけどでその事実を知って相沢先生たちはもちろん衝撃を受けるしふざけんなっていうふうになるわけなんですよね。親友はその高校時代にその、まあ、災害かビランの 大規模なあの、まあえー、と犯罪事件に巻き込まれてそこでインンターン中にあっっさり死んじゃったわけなんですよねただその親友の死体がこんなクソみたいなゾンビ実験のモルモットにされているとしてまて、あ、激怒するわけなんですよね。で2人は「おいおぼろお前何あやつられてんだよ!と」と「3人でヒーローになろう!」っていうふうに言ってたじゃねえかとこんなくだらねえことしてんじゃねえぞっていうふうに2人は熱心に訴えかけるわけなんですよね。 だったら黒霧のもやが一瞬晴れてかつてのおぼろくんの面影が一瞬現れるわけなんですよねそして一瞬だけ「病院」っていうふうにあの俺が変えられたのはこういうふうになったのは脳ームを作られてるのは脳ームが作られてるのはどこか病院だっていうふうに一瞬だけヒントをくれるわけなんですよねでそのヒントをもとに警察やヒーローたちはまあ日本全国の病院をあら探しすることになるわけなんですけどまあ そ,のそれとは別にデックんたちはクリスマス会を楽しむわけなんですよね。でエリちゃんも誘ってみんなその、まあ、プレゼント交換したりとかとかやみくんがプレゼント交換で中二病のでかい剣を持ったりとか何かいろいろ面白いあのポップなシーンというかい息抜きのシーンが出てくるわけなんですけどでデックんはなんか不吉なナレーションをするわけなんですよね。ここのの時の僕は来年もこんんなな風にみんなで楽しくあのクリスマスマ 会とか楽し,あの楽しくみんなであのた、まあ、楽しい日々を過ごせるとその時の僕は本気で思っていたんだっていうふうに言うわけなんですよね。この後何があ,る何かあるというあの前兆をお知らせしてくれているわけなんですけど。というのもりっくんたちが成長している間あの同様に死賀やきたちも確実に力を増していたわけなんですよね。というのも。 まあデクくんたちがシエ8歳会ヤクザたちと戦っていた10月上旬ぐらいの時は遡るんですけど死柄木はシエ8歳会と手を切ったことで貧困状態でまあ他のヴィラン団体とか愛 c 新興宗教のアジトを漁ったりとかして細々と生きていたわけなんですよねそのまあお金が資金がないからあのまあミスターコンプレスの義手もぎギぎち寄進できてるしそしてみんな,なんかお金も。 あのお腹もすごい減ってる状況だし住む場所にも追われているとまともな定住地もないとまあもちろん犯罪者だからね警察の魔の手が忍び寄らないようにいろんな場所を転々と暮らしてて今頃市営発災会と手を組んでいたら俺たち寿司でも食ってたかなーっていうふうにみあの言ったりあのスピナーはあの俺はその世の中をぶっ壊したくてあのお前についてきたのにあのこのまま終わるはずねえだろっていうふうにしがらきに言うわけなんですよね。でまあ 信楽も「まあそうだなこの状況はまずいな」っていう風にオール・フォー・ワンの協力者のドクターに連絡をするわけなんですよね「おい力くれよ」って「先生ももういないんだ」ってただドクターはその「力くれ」と言ってもわしはあのオール・フォー・ワンの親友だったがお前に力を貸すかどうかまずは資格があるかどうかを見ないといけないっていう風に言うわけなんですよねで実はオール・フォー・ワンの手下は手下というか仲間はそのドクター以外にもいて グラントリノが黒霧を捕まえるときに逃がしたあの野人というか巨人のギガントマキアがその日本の山奥のどっかに潜んでいるわけなんですよねでそのギガントマキアはオール・フォー・ワンの熱心な狂信者なんですよであのギガントマキアをオール・フォあのシガラキオとお前をオール・フォー・ワンの後継者としてギガントマキアを屈服させろ納得させろっていうふうにドクターに言われるわけなんですよねそれができたらわしもお前をあの オーールフォーワンの後継者と正式にに認めてて力を授けようっていうっい実験に協力しようっていうふうに言うわけなんですよね。であのドクターの研究しているその黒霧のワープの個性とかも増やしてるわけなんですよね。でそのワープの個性によってシガラキたちはギガントマキアのいる目の前に飛ばされるわけなんですよね。でギガントマキアは「ああ主,よ主はこんな小さな弱き者を後継者にお選びになったのですか?」っていうふうに嘆くわけなんですよね。で お前が後継者としてふさわしいか見てやろうと、お前が後継者にふさわしいはずがないっていう風うに山を蹴散らしながら信楽に攻撃をするわけなんですよね。で、あのまあ、ギガントマキアとビラン連合は1ヶ月半の間、あのネズミ人を繰り広げるわけなんですけど、というのもギガントマキアはそのノームの完成品みたいな感じで、いろんな個性を持ってるわけなんですよね。サーチ、そのま信、あ、楽が,がどこにいるのか探ったりとか巨大化したりとかモグラみたいに。 長い爪が生えてそのなんか土が顔に入らないようにゴーグルみたいなやつが体から生えてきたりとかその、まあ、体力回復だったりとかそのまあ、単純かつ強力な個性をたくさん持ってるわけなんですよどもともと巨大なんですけどさらに巨大化できたりするわけなんですよねあのマウントレディーよりもでかくなるわけなんですけどでマキアはその強力な回復個性によって丸2日間寝ずにあの動いた後3時間ほど眠ったらまた目を覚ましてしがら木に攻撃したりあの。 まあ、ととにかくスタミナと体力がつなく多いな多わけなんで,すよ、ね、であのまあヴィラン連合の攻撃とかも全然効かないわけなんですよまあ単純に体がでかいっていうのもあるわけなんですけど耐久値もすごいあってヴィラン連合の中でも数少ない遠距離手段のその、まあ、ダビの炎攻撃とかも意に返さないわけなんですよね。で死柄木以外はなんか眼中にないみたいで。 あの他のメンバーは狙われてないから死柄木以外のメンバーは休憩したり睡眠取ったりしながら交代で死柄木プラス2名ぐらいでずっとあの、まあ、ギガントマキオと戦ってるわけなんですよね。で死柄木はあの、まあ、40時間ぐらい敵に追っかけられた後3時間ぐらいだけ休憩する時間があるんですけど <laughs> まあそんな休憩にならないですよね。そんなあの普通に あのまあ、死んじゃうよっていうような状況下で1か月半耐え抜いてるがらきも結構化け物なんですけどでがらきはどこに隠れていてもそのギガントマキアのサーチの個性によってど山の中でもどこにいるのか一発で分かるから追っかけてくるわけなんですよね。っていうこともあってがらきはどんどん追い詰められてるはずなんですけどスピナーが見たところがらきはそのずっと睡眠不足でどんどんボロボロになってって疲れてるはずなのにろくに休憩も取れないのに。 この極限の状況下で楽しそうに笑っているわけなんですよねであのイジアントマキアが一旦眠るわけなんですけどそんな時何者かから連合に電話が来るわけなんですよねで TWICE が電話に出てその,、まあ、その電話の先がこれまで仲介業とかしてくれていたあの闇商人のギランってやつなんですけどギランとギランってちょっと名前が似ててあのあのややこしいなって感じなんですけどそのギランの電話を使ってボイスチェンジャーで声を変えられて編成器で声を変えられて。 ギランは捕まえたよっていう風に言ってくる何者かがいるわけなんですよね。でしかもこれは嘘じゃないテレビを見たまえニュースを見たまえっていう風に言われるわけなんですよであのなんかニュースを見てたらなんかあの日本全国で何者かの指,指が放置されているみたいなのが次々とはあのそういう事件が報告されるわけなんですよねでその指はギランの指を切断し,てしたものだっていう風に言うわけなんですよでまだ彼は生きているけど言うことを聞かなかったら。 そのニュースの報道はさらに増えていくだろうってそのパーツはさらに増えていくだろうっていうふうに言われるわけなんですよねでそのギランを捕まえてヴィラン連合にあの喧嘩を売っているやつらの当初はリ・デストロっていう言ってるんですよねでデストロっていうのは半世紀前にあの個性解放の革命を起こしたあのデストロって人がいるんですけどそのデストロの意思を継ぐものだ私はリ・デストロっていうふうに言うわけなんですよねで、 彼は何がしたいのかというとヴィ、まあ、ラン連合と同じようにこの世界を壊したいらしいんですよねヒーローがそのヒエラルキーのトップにいて人々が個性を使わないことが当たり前になっているまあ集団あの社,社会で集団生活をするためにはやっぱりみんなが自由に個性使われたら秩序がないわけなんですよねまあそれでもうあの半世紀前とか治安が荒れてたわけなんですけどただ人間のあるべき姿っていうのは力を抑圧して得られるものじゃないだろうとだから 全員が個性をを自由に使える世界を作りたいとだからこの世界の前提を壊したいっていうふうにあのそのリー・デストラは思ってるわけなんですよね。で連合と利害は一致しているわけなんですけどただリー・デストラにとってヴィラン連合は名前が大きくなりすぎていてそのまあなんか邪魔なわけなんですよね。そのまあ、なんて言ったらいいのかなあの野菜が好きなや <laughs> ベジタリアンとビーガンはそれぞれいがみ合ってるみたいな感じでちょっと例えが下手か。 えーと似たようなもんなのにいがみ合ってる俺はあいつらとは違うみたいな感じの対抗意識が生まれちゃってるわけなんですよね。であのまあリー・ディストロの連合を、まあ伊能解放戦線じゃないか、えー、と伊能解放軍か伊能解放軍の名を売るためにはなんか似たような名前でそのまあ悪名を轟かしているヴィラン連合を潰して我らはヴィラン連合を倒したあ伊、まあ、能解放軍だっていうふうに言いたいから。 そのビラン連合を潰そうっていうふうにあの今から潰すっていうふうに宣言されるわけなんですよね。でその衛星で人工衛星でシガラキたちの場所は割れているとで近くのヒーローたちをお前たちに差し向けることというかその情報を公開し続けて自利品にさせてお前たちを捕まえることができるけどあえてそうしないのは我々が自らの手で貴様らを殺そうあの処刑直々に処刑してやろうというふうに考えてるからだっていうふうに言うわけなんですよね。で あのギランを助けに来たかったらというかその、まあ、ギランを助けに来なかったらあの、まあ、自動的にお前らの位置情報を警察やヒーローたちに公開するとそれが嫌だったらあのこの場所に来いみたいなふうに町を指定されるわけなんですよね。でシガラキたちはもう正直そのギガントマキアの相手で精一杯なのに今この状況で新しい仕事を持ってくんなよっていうふうになるわけなんですけどただシガラキは楽しそうに笑う,や笑うわけなんですよね。まあ、ギランを助けに そししにこのリ・デストロっていうふうにわざくやつらにあのデカブツをギガントマキアをぶつけてやろうぜっていうふうに言うわけなんですよねでその町に到着するわけなんですけどなんかあのまあひときわ目立つタワーがあって多分あそこの中にギランがいるんだろうっていうふうになるわけなんですけど町中の全員が異能解放軍のメンバーなんですよね1万人とか数万人規模でその街その町全員が。 あの一般人なのに個性を使いこなして圧倒的な物量でヴィラン連合を攻めてくるわけなんですよねですすら強いわけなんですよでそもそも,もう圧倒的な人数差こっちも疲労困憊っていうのもあってギランが捉えられているタワーにたどり着くことさえできないわけなんですよねでさらに異能解放軍には厄介な幹部たちも多数いて例えば雑誌編集部の,あの女性だったりとか政治家の党首だったりとか IT 企業の社長とか。 多岐にわたるわけなんですよねで、まあ、その IT 企業の社長の,なんかか頭の長髪のおかっパ頭の男性があの、まあ、人工衛星の力を使って死柄木たちの場所を突き,突き止めていたわけなんですけどでさらにリーダーのリー・テストロっていうのは表向きは大企業の社長なわけなんですよね。ということで、まあ、政治家の当主とか雑誌の編集長だったりとかその社会的なあの地位も高かったり資金もあったりとか。 影響力も高かったりとか、あのビラン連合にはないものをたくさん持っているチームがこんな近くに潜んでいたっていう風になるわけなんですよね。で、ビラン連合は次々とまあ、制圧されていくわけなんですけど、特にトガちゃんはその雑誌編集者の女性にあのマークされるわけなんですよね。で、その女性はあの個性があの地雷の個性があって、そまあ、殺傷能力は低いけどたくさん仕掛けることができる個性を持っていて、で、あのトガひみこさん あなたのことをもっと取材させてくれないっていうふうにあの他の信者たちと取り囲んでくるわけなんですよね。でトガちゃんは、まあ、血液を吸うことによってあの相手に返信できるわけなんですけどその,、まあ、あの地雷を設置する個性の女性の周りの信者たちはあらかじめ体内にというか血液の中を内部に地雷を仕掛けられていてトガちゃんがいろんな人たちの血液を吸ったらトガちゃんの体内で爆発が起,こる起きるわけなんですよね。で あのまあトガちゃんはもうボロボロの状態でコンクリートの道路に投げ出されるわけなんですけどなんてかわいそうなのっていうふうに言,うわ,けなんですよ言われるわけなんですよねまあ,あのトガちゃんは血を吸うことで対象に変身できるっていう個性の影響で自分の好きなものの血液を求める本能が生まれてしまったわけなんですよね。で幼少期から自分の好きな小鳥の死体の血を吸ったりあの自分の好きな男の子を切りつけて血を吸おうとしたりとかまあ周りから あの親とかでさえもあのトガちゃんを見放したというか「この子人間じゃない」って「ああどうしよう人間じゃない子を産んじゃった」っていうふうにお父さんに言われたりとかその鳥の血を吸ってて「あんた何やってんの?」っていうふうに怒られたりとか「可愛いよ」ってで「小鳥さんかわいいからあの同じになりたかったのねえ私変?」っていうふうに幼少期からトガちゃんを悩んでいたわけなんですよね。でその編集者の女性,女性は個性の影響でこの社会に馴染めず追い出されてしまったトガちゃん トガヒミコさん、あなたはなんてかわいそうなの見出しはこうこうこういうのがどうかしらあ,のあなたのことをもっと知りたいのっていうふうに言うわけなんですよねでまああのトガちゃんはそういうふうに言われて腹が立つわけなんですよね生きづらい窮屈ですっていうふうに言うわけなんですよねトガちゃんはその自分の好きな人の血を吸うことはトガちゃんにとっては当たり前なわけなんですよ、まあ、自分にとっては常識でも他の人にとっては非常識ってわけなんですけどトガちゃんは 制約なくあるがままに自分の心に正直に生きたいだけなんですけど今のヒーロー社会っていうのは、まあ、一般人の普通から常識から逸脱した人を排斥する排除するっていうような社会構造になってるわけなんですよね。ということで自分の好きなことを追求した結果周りに迷惑をかけるだからトガちゃんは社会不適合者としてあの、まあ、排除されたわけなんですけどそれを生きづらいというふうに感じるわけなんですけどその一方でトガちゃんはこの個性そして自分の 好きなものと一緒になりたい、血を吸いたいというふうに思う感性についてはあの、別に嫌じゃないわけなんですよね。自分のことを好きなわけなんですよね。だから、私を勝手に不幸な人間っていうレッテルを貼るなっていうふうに、あなた嫌いですっていうふうにトカちゃん言うわけなんですよね。私は自分のこと不幸だと思っていませんって。好きな,好きな人と一緒になれるこの個性が好きですっていうふうにあの、お前らが勝手に不幸扱いするなっていうふうに、その獣のようにうなり声を上げて、その、まあ、 で,であのまあ夏合宿の時に摂取していた採取していたお茶子ちゃんの血を飲むわけなんですよねでお茶子ちゃんの見た目に変身して「うわ!」っていうふうにお茶子ちゃんじゃやらんようなしないようなあの表情で逃げるわけなんですけどそのまあその他の雑誌編集者の女性とか信者とかはあの「変身はできるけど個性はコピーできないはず」って。 取り囲みなさいっていうふうになるわけなんですけどあのお茶子ちゃんの見た目のままするするまと、あ、信者たちの間をくぐり抜けてタッチしてあの、まあ、逃げるわけなんですよね。トガちゃんはこの生きづらい社会であの、まあ、数年間に逃げていたわけなんですけど、まあ、女子高生のふりをしたりとかあの、まあ、トガちゃんの戦闘術とか そのスニークというか暗殺術とか足音,殺す足音を消す技術とかっていうのも社会に溶け込むために偽りの仮面をつけるために身につけた処世術だったわけなんですよね。でその力を利用してあのまあすごいひょうひょうとしたステップというかその敵の死角、まあ、をついて、まあ、お茶子こちゃんの姿のままタッチするわけなんですよね。で土壇場でトガちゃんの小が進化して その変身している人間のことが好きなら好きな人の個性も真似できるようになるわけなんですよね。ということはお茶子ちゃんのことをトガちゃん好きなわけなんですけど「私も伊豆く,くん好きです」「お茶子ちゃんも伊豆く,くん好きなんですよね」「恋バナ楽しいです」っていうふうに言ってたトガちゃんはお茶子ちゃんの力を使えるようになるわけなんですよね。で無重力の個性でその異能解放軍の一団を2 0ルぐらい高い場所に浮かせるわけなんですよね。 で雑,誌編集者た雑誌編集者たちは「嘘でしょこの土壇場で個性が進化したの素晴らしい素晴らしいわ雑誌の次の見出しは」っていうふうに言ってる時にトガちゃんがおちゃこちゃんの個性を解除して高いところからグちゃっていうふうに落下しさせてまああの、まあ、突き落として倒したわけなんですよねでトガちゃんはもう全身血まみれな状態で出血多量なわけなんですよねでまあ一旦民家の そのなんか道具入れみたいな場所に身を隠して、まあ、意識を失うわけなんですけどただもちろん衛星で人工衛星でトガちゃんがどこに避難したのかっていうのはバレてるし血の跡とかもまあ足元に落ちてるわけなんですよねで、まあ、トガちゃんはとりあえず1名止めたというか、まあ、幹部の1人倒しましたって感じなんですけど同じようにピンチになっているヴィラン・レ合のメンバーがたくさんいてそのうち1人がトワイスなんですよねブワイガーラ君なんですけど僕トワイスすごい好きなんですけど まあその t もまああも敵に追っかけられながらも死にかけのトカちゃんを倉庫,が倉庫の中で倒れているのを見つけてあの助けけよようとすするわけなんですよねただそのトゥワイスはその自分が好きなものもともと重さとか大きさとかを理解しているものは分身させることができるわけなんですけどトカちゃんはまあ成長期だからその体のサイズが変わっててあのトカちゃんをもう一体分身出せなかったんですよね。 でもう一回体を測り直さなきゃいけなかったわけなんですけどそういうことをしている間に後ろからあの、まあ、IT 企業の社長が猪王解放軍の中にいるっていうふうに僕言いましたけど IT 担当のスケプティックがあの、まあ、敵の増援を送ってくるわけなんですよね、まあ、スケプティックの個性は人と同じ大きさのものを操れるっていう人型っていう個性で、まあ、人間と似たような見た目の,あの人形をたくさん作ってでそいつらを操ることができるってまあ AI を積んだアンドロイドを戦場に送り込むようなもんですよねなかなか強力な個性なんですけどでさらに加えて顔を TWICE の,の顔にした人形を大量に TWICE の前に送り出すわけなんですよねで TWICE は PTSD トラウマによってあのなんだろうあの自分の顔を見ることができないんですよねその昔、まあ、自分を増やして銀行強盗とか悪事を働いていたわけなんですけど自分の分身が いや本物の TWICE は俺だみたいな風に言ってあの本物の TWICE を縛って分身同士で殺し合いを始めて彼らはあの殺し合って消えたわけなんですよね。でその出来事から TWICE は自分自身が分身なんじゃないのかっていう風に思ったりとか自分の顔が見れなくなったりとか自分を信用できなくなって自分の分身を作れなくなったりしたわけなんですよね。ということでそのマスクが外れたら毎回人格が2つに分裂してしまっていたわけなんですけど。 あのマスクが剥がされてさらにそのなんか自分の顔が無表情で迫ってきてト w i c はパニックになるわけなんですよね。でまあ余談なんですけどスケプティックってあの、まあ、コードネームというかあのその、まあ、あだ名なんですけどコー,ド、ねうんうん、コードネームだったかスケプティックっていうのは直訳したら懐疑的とか無心論者っていう意味なんですよね。で彼は確かにその名前の通り理屈っぽくてネチネチしているわけなんですけど、まあ、そんなスケプティックの,あの人形たちと。 トゥワイスはどうやって立ち向かうかって話したんですけどその人形たちが操られてそのまま操作されて遠隔操作でスケプティックが「よしそのままトガの首をねじ切れ」っていうふうにあのトガちゃんの体を支えてグイっていうふうにねじ切ろうとしてるわけなんですよね。でトゥワイスは体がもう押さえつけられて動かせなくて「トガちゃんトガちゃん」っていうふうになってるわけなんですよね。でトゥワイスはまた自分のせいで大事な人を失うのかっていうふうに絶望するわけなんですよ。というのもまああの。 ヤクザの支配発災会と出会った時も自分が支配発災会のボスのオーバーホールをアジトに呼んだせいでマグネーが消されたしミスターコンプレスの左腕が破壊されましたよねでここでトワイスの反省が回想で出てくるわけなんですけどもともと善良な市民だったらトワイスなんですけどまあ両親がビランに襲われてあの両親を失うことによって施設で育つわけなんですよねで中卒の後工場勤務をしていたわけなんですけど彼がまああの バイクで飛び出してきたた人を跳ねちゃったんですよ、ね、まあそれは飛び出してきた人が悪いだろって話なんですけどただその怪我した人はねてしまった人は工場のお得意様の家族だったわけなんですよね。ということで工場経営者の人に「お前ブバイガーラてめえ何てことしてくれたんだ」ってそのあの「これがお前をずっと養ってやった雇ってやった俺たちに対するあの、まあ、やることか」って「何で恩をあだで返しやがるんだお前」 もう工場にはいらねえよとお前出てけっていう風に TWICE はクビにされるわけなんですよねけどそれって TWICE が悪いのと TWICE が信号無視とかして人をはねただったらまだ落ち度はあるかもしれないですけどこんな風に TWICE は転落人生を、まあ、転落人生にはまってしまうわけなんですよねで、まあ、TWICE は楽してお金を稼ぐ方法として自分を増やして銀行強盗とか悪事をは働くようになるわけなんですけどさっきお話ししたようにかつての自分たちが 自分に反旗を翻した裏切りによってトラウマを抱えて多重人格者になってしまうわけなんですよね。でまあかつて自分が自分の分身を生み出して焚き火を囲いながら「俺の人生何が悪かったと思う?」みたいな風に話してたら「まあ強いて言うなら運かな」っていう風に TWICE は分身の TWICE に言われるわけなんですよね。でまあそんな状況でギランと出会ったわけなんですよね。こんな俺でも仲間を作るにはどうしたらいいと そのまあ、社会から逸脱して自分自身にも裏切られてそんな俺が信じれる仲間を作るにはどうしたらいいっていうふうにギランに聞いたら「信じてやること助けること相手の居場所になること」っていうふうにあの、まあ、相手に裏切られようがこっちは無条件に相手のことを信じてやると、まあ、人,を愛す愛人に愛されたければまずは人を愛せっていう言葉もある通りこっちからまずは与えることが重要だっていうふうにギランは「あのトゥアイス」に説くわけなんですよね。 という話を聞いてから TWICE はこれまで人情を大事に人にその親切にするっていうことをしてきたわけなんですよねだからこそ TWICE はこれまでそのオーバーホールを信じてアジトに連れて行ってあげたりとかあのまあ敵キャラの中ではなんか優しいキャラが強調されていたわけなんですよねただあのオーバーホールによってマグネが殺されたしそして今自分の力不足によって自分が分身できないことによって トガちゃんが殺されそうにななってるわけなんですよねそこで TWICE は覚醒してあの自分の分身を作れるようになるわけなんですよ。でさらに加えて仲間たち死柄木とかダビとかの分身を無限に作れるようになって、まあ、厳密に言ったら TWICE1 人当たり3人ぐらいしか出せないんですけどであのさらに加えて分身を出せば出そうど3体目の分身が とか4体目の分身の強度は下がっていくわけなんですけどトゥアイスがまず3体分身を出しますで分身トゥアイス3人が自分の分身を3人ぐらい出しますみたいにネズミ山で一瞬で自分の分身を出せるわけなんですよねでその末端のトゥアイスが自分を出すんじゃなくてダビとかシガラキとかを出して戦況をひっくり返すわけなんですよねで一方でダビなんですけどダビも厄介な敵の幹部と戦うわけなんですよねというのも 学校にも行かずリーレストロに幼い頃からあの、まあ、実力を認められてずっと個性を伸ばし続けていた効率会下点とあの激しい広範,囲広範囲の戦闘を行うわけなんですよねであの下点はなんかあのずっとそのなんか雪国の,そのふわふわしたあのダッルコードっていうのかなをその顔が隠れるまでかぶっててなんかけむクじゃらみたいな感じに見えるんですけどあの顔はずっと隠れてるわけなんですよね。 で彼は個性を伸ばし続けて氷を操作することができる個性だったんですけどそのうちその温度をこ操作できるようになって空気中の水分を氷に変えたり排水管の水を凍らせて氷を無理やり作ったりとか、まあ、無にに氷を出せるるようにななわけなんですよねでダビはその炎を出したら体にどんどん熱がこもってきてあの、まあ、乱,乱発ができなくなるわけなんですけどっていうふうにちょっとダビは不利になるわけなんですよね。で その一方でまた別の場所で戦闘を行ってるわけなんですけどスピナーがヴィ、まあ、ラン連合の中じゃ一番戦闘能力が低い部類なんですけどその政治家の舞台と戦うわけなんですけどただボコボコにされてそしてその政治家の党首にもあの、まあ、トランペットかその当首のコードネームか解放ネームがトランペットなんですけど「その君は役不足だよ」っていうふうに言われるわけなんですよね。でトランペットの個性はあの周りの味方を鼓舞することができるパワーアップさせることができるっていう能力で。 でまあスピナーはそのヴィラン連合の中でもなんか社会にいじめられて排斥されて引きこもりだったわけなんですよねただ彼の人生を変えてくれたのはステインだったわけなんですよその今の社会は腐っているとこのヒーロー社会を変えるっていうふうに言っててスピナーはあのパソコン越しに画面越しにステインの生き様を見て自分も、まあ、立ち上がりたくなって今に至るっていうふうになるわけなんですけどただ もともとその運動能力が高かったとかでもないし大層な志があるわけでもなくて2番センチなわけなんですよねだからトランペットに「君はだから何?」って口だけだよねっていうふうに言われるわけなんですよねでそんなところで俺はやっぱりこの程度なのかっていうふうに心折れそうになった時にトワイスが大量に分裂したトワイスが増援に来てくれるわけなんですよねということでまあ数万人規模のその町の中で戦っていたわけなんですけどあの 数の差がひっくり返るわけなんですよ、ね、まあ無尽蔵にこっちが兵隊増やせるんだから <laughs> まあまあ、まあ、だいぶ形勢は逆転したわけなんですけどで死柄木はまっすぐギランが捕まっているタワーを目指すわけなんですよねでタワーに触れてその崩壊させるわけなんですよというのも TWICE、まあ、がダビや死柄木の分身をタワーの最上階に送ってあの戦わせていたわけなんですけどその分身たちが そのリーディストロによよっっててあささり殺されてしまうわけなんですよねただ殺される直前に「俺さっき見えたんだよ」って本物の死柄木がこっちに来てるぜっていうふうになるわけなんですよねで死柄木がタワーに触れてそのま町ごと大規模に破壊が行われるわけなんですよねで死柄木はそのタワーに向かうまでの間なんか頭がぼーっとしてて朦朧としていたわけなんですよ意識が朦朧としていたわけなんですよねというのも死柄木はずっと睡眠不足の間睡眠不足の状態で まあ、2ヶ月弱死闘を繰り広げてきたわけなんですよね。で、その結果、まあ、極限状態にさらされていてもう体が進化しかけている状態なわけなんですよ。で、まあ、街中で敵と戦ってる時も解放軍と戦ってる時もその、まあ、5本の指で触れた相手を崩壊させるって個性なんですけどその目の前の人間1人を触った時に後ろにいた34人とか,なんか10人ぐらいをまとめてあのバラバラにあの崩壊させる肺にさせることができていて。 スピナーもあれなんか崩壊が伝播した映ったのかっていうふうにあのカラキこの極限状態で力がさらに強化されてるのかっていうふうに思ってるわけなんですけどでカラキは少しずつ成長していきながらその走馬灯のように昔の失った記憶を思い出すわけなんですよね思,あの思い出しながら戦うわけなんですよねで一方でその解放軍のトップのリー・ディストロっていうのはその、まあ、めちゃくちゃ強いわけなんですけど で、と激しい戦いいを繰り広げるわけなんですよねというのもリー・デストロのおじいちゃんがデストロだったらしいんですけどリー・デストロはその個性がストレスって言ってそのストレスを感じるとそのストレスを力に変えることができてそのオールマイトよりもムッキムキの体にしたりとかそのストレスをあの、まあ、エネルギーの塊になんか太陽の連星みたいな感じでそのなんか黒い。 あのエネルギーの塊を作ってそれを「不可解」っていう技でボーンっていう風に投げ飛ばすわけなんですよねみたいな風にボコボコにされるわけなんですけどで、まあ、リー・デストロはそういう個性のおかげでこの生え際だっていう風にベジータみたいな M 字の頭皮をあの強調するわけなんですけどでリー・デストロに、まあ、最初はあの、まあ、同じぐらいのトントンの実力差かな実力かなっていう風に思っていたけどあのリー・デストロにボコボコにされて。 まあ、悪いことをする指はこれかなっていうふうにその左手の,あの指2本ぐらい小指と薬指をあの引きちぎられるわけなんですよね。でらに加えてそのエネルギー弾不可解をバーンっていうふうにあの、まあ、もろに食らうわけなんですけどただしが,しがらきはそのエネルギー弾に触れた瞬間に右手の五指で触れてその相手のエネルギーを抹消させたわけなんですよね。まささかこの一瞬でらに そのなんか神経が研ぎ澄まされてるのかっていう風にリーデストラは驚くわけなんですけどでしがらきはそんなボロボロの極限状態で今はのきやで自分の過去を完全に思い出すわけなんですよねというのもしがらきはもともとその先代の「のオールマイト」の先代の志村奈々さんの孫なんですよねであの志村奈々さんはその自分の息子を養子に出していたわけなんですけどその息子は起業して無事成功して がらきとお姉ちゃんを産んだわけなんですよねそしてあの志村奈々さんじゃない方の,その奥さんのお父さんお母さんとそしてあの息子の死柄木志村天子くんとお姉ちゃんと犬の6人と1匹で暮らしていたわけなんですよねであのまあ死柄木は死柄木のお父さんその志村奈々さんの,おあの息子くんはの 他人をヒーローロをめっちゃ嫌いなんで,すよ、ね、であのまあテンとお姉ちゃんはヒーローになりたいっていう,うに言ってたけどそんな夢はやめなさいっていう風にひっぱたいてくるわけなんですよね。というのもまあテのお父さんは死柄木のお父さんはそのお母さんが世界の平和を守るために自分を捨てているわけなんですよねだからヒーローっていうのは他人を助けるために自分を捨てる生き物なんだっていう風に言うわけなんですよヒーローなんて目指すなって。 であのまあ悪いやつらと関わるからそういうふうに倫理観が歪むんだっていうふうにヒーローを目指すしがらきというか天子をずっと叱り続けるわけなんですよねでそのおじいちゃんおばあちゃんとかそしてお母さんとかは、まあ、お父さんに養われているから稼ぎ頭だから誰も文句が言えないわけなんですよねその申し訳なさそうな顔しているけど味方になってくれないわけなんですよであの天子はなんで誰も助けてくれないんだよっていうふうになるわけなんですけど まあ、あのデッくんは個性がなくてそのお母さんとかそしてオールマイトから自分の憧れている人からヒーロー,の道をあヒー,ローにはなれないというかごめんねというふうに言われたりとかそんなに優しい道じゃないんだよというふうにオールマイトに言われたりとかデック君は個性がないからこそヒーローの道を応援してくれる人はいなかったわけなんですけどテンコはそのまだ個性は目覚めていなかったけどそれ以前に家族たちによってそのお前はヒーローを目指しちゃいけないというふうに幼少期から言われていて静かに静かに。 彼の夢は否定され続けけていたわけなんですよね。で、彼のフラストレーションはどんどん溜まっていってそしてアレルギーなのか何か顔がずっと痒かったわけなんですよねお母さんもその肌が荒れた天子くんの顔を触って「もう、原因何かしらね?」っていうふうに言ってたわけなんですよねでそんなある日お姉ちゃんがお父さんの部屋からその、志村奈々さんと幼きお父さんの写真を見つけ出して「ねえねえ天子私たちのおばあちゃんって実はヒーローだったんだよ」で、 私は天子の夢応援するからねっていうふうに言ってくれるわけなんですよねただその夜お父さんがめちゃくちゃキレてて「天子俺の部屋書斎に入ったな」って勝手に入ったなっていうふうに怒るわけなんですよねであのまあ見たけど「お姉ちゃんが」っていうふうに言おうとしたらお姉ちゃんは「えー、だって天子が見たいって言ったもん」っていうふうに自分のか可愛さで。 あの弟の天を売ったわけなんですよ、ね、まあそれは目の前であんなにふうに体罰されてたら自分がやりましたとは言いづらいよねって話なんですけどでしがらきは天子は寒い夜あの家の外に放置されるわけなんですよねでワンコと一緒に震えながら過ごすわけなんですけどでお父さんお母,あのお,とお母さんも祖父母もさすがに体罰をするなら私たちももうあの口を出しますというかあのもう生還はできませんっていうふうに言うわけなんですけど。 ただ天子はわんこがあの、まあ、自分をなげ慰めにあのペロペロとほお、まあ、ずりしたりとか舌で舐めたりとかあの慰めに来てくれるわけなんですよねでありがとうっていうふうに抱きしめるわけなんですけどその時に天子は最悪なことに自分の崩壊という個性が発現して愛犬がボロボロにバラバラに粉々に砕けるわけなんですよねでお姉ちゃんも天子に対してあのごめんっていうふうに あの本当は私が悪いのにあの天子が悪いっていうふうに言っちゃったっていうふうに謝りに来たわけなんですよねただ天子はその自分の愛犬を触った瞬間に自分の力によって消してしまってていうか愛犬が目の前でいなくなってあまりのショックで声が出せなくなるわけなんですよねでその時の天子は何かヴィランがやってきてその襲撃してきたのかっていうふうに勘違いするぐらいそれぐらいパニックを起こしていたわけなんですけど お姉ちゃんはその天子の足元に転がるその愛犬の死体を見てその天子が殺したっていう風に「はあはあ!」っていうというかまあ自分の愛犬が死んでたら誰だって叫びますよねそれで庭からその家の中にダッシュで帰るわけなんですよね天子を化け物を見るような目で見て一別して一別というかもう絶叫しながら帰っていくわけなんですよねで天子は「待ってお姉ちゃん声が出ないんだ」っていう風に言いながらやって思いながら お姉ちゃんの手を掴むとお姉ちゃんもボロボロに崩れていっちゃったわけなんですよねでまあ祖父母とお母さんがさすがに天子かわいそうっていうふうにお父さんに抗議した後なんかすごい騒いでたけどっていうふうに様子を見に来てそのまあその惨状を見て叫,叫ぶわけなんですよねでお母さんおじいちゃんおばあちゃん助けてっていうふうに天子は声が出さないまま近づくわけなんですけどでお母さんは 天候大丈夫だからっていう風にハグする形で天子を迎え入れるわけなんですけどお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも天子の個性で消えちゃうわけなんですよねボロボロに崩壊してっちゃうわけなんですよねでお父さんがその何の騒ぎだっていう風に2階から降りてきたわけなんですけどその家族全員がバラバラになってて血まみれで庭で天子が倒れているわけなんですよねであのお父さんが「天子!」っていう風ににば木に来たわけなんですよ体罰を。 何をやっっててるんんだっていう風に来たわけなんですよねそこで天子はがらきはその明確な殺意を持ってお父さんの顔面に「死ねえ!」っていう風に言いながら触るわけなんですよね。これまでのお姉ちゃんとかおじいちゃんおばあちゃんお母さん愛犬とかはたまたま自分の意図しないところでそのさっきお話ししたようになんかヴィランが襲撃したのかそれでなんか自分の家族が目の前でいなくなっちゃったのかっていう風に錯覚してたわけなんですけど。 お父さんがやってきた時にもうお父さんに対する明確な殺意を持っていてそして、まあ、家族を殺したのは自分だとそして自分はお父さんを殺したいっていうふうに決めてお父さんの顔を触ってお父さん崩壊していくしさらに崩壊が伝播して家ごともう真っさらの土地に崩れあのなって全部崩れるわけなんですよねでその時死柄木の顔のかゆみは消えていたんですよねっていうようなあまだまだ死柄の がだった頃の記憶は続くわけけなんですけどで、すど家もなく家族もなく当てもない状況でテンコは街をさまようわけなんですよねで周りから見ても血まみれの T シャツでその、まあ、体中その肌がボロボロの状態であのもう目が死んだ状態で街を歩いていてみんなもテンコを避けてるわけなんですよねでその辺のおばちゃんとかおばあちゃんとかもあらあらどうしたのっていうふうに話しかけようとしたけどあまりのテンコの偉業な姿に。 あのまあすごい威圧感になるようなというかその、まあ、表情とかにあのまあ強されて「<laughs> っていうふうになってすぐ,すぐヒーローが警察官ヒーローが「助けに来てくれるからね」っていうふうに言って誰も手を差し伸べてくれないわけなんですよね。で雨が降っている橋の下で絶望して三角座りでボーっとしていた天子に対してオール・フォー・ワンがやってきて。 誰も助けてくれなかったね。けどもう大丈夫だよ。っていうふうに言いながら、天子にをさ手を差し伸べるわけなんですよね。で、そこから天子は、志村天子という名前をつけ捨てて、あの、がらきという名前に、あの、ま、オール・フォー・ワンの前の名前なんですけど、これからはがらきトムラという名前にしようっていうふうに言うわけなんですけど、どうやら、トムラのそのかいみっていうのは、 ストレスとか破壊衝動によって引き起こされているみたいだっていうふうに言うわけなんですよね。ということで弔くん天子はそのお父さんに虐げられているとか抑圧されている時にずっとかゆみが出ていたわけなんですよねずっとフラストレーションが止まっているという何よりの証しだったんですよでこれまでも死、まあ、トムラになって USJ を襲撃した時とかもう,うまくいかない時にずっと顔をボリボリ描いてたわけな,わけなんですよねやっぱりそのストレスが破壊衝動があの出ていたっていうなんか何よりの分かりやすいサインだったわけなんですけど であの、オール・フォー・ワンはその家族お姉ちゃんとかお父さんとかあのお母さんとかの手を加工してあのまあなんか何言ったらいいのかなその手袋みたいな感じにするわけなんですよねもちろんその装着することあの顔,顔とか肩とかに装着できるわけなんですけど、まあ、このあの時の破壊衝動とかを忘れないように忘れることがないように腐らないように加工してあの渡してあげたあのこうやって作っておいたからねっていうふうに言うわけなんですよね。 で、死柄木はその家族の手を顔につけるとあの時の怒りを鮮明に思い出せるようになるわけなんですよ。で USJ の時とかもオールマイトがやってきて死柄木の顔を吹っ飛ばした時にその手が飛んで「父さん」っていう風に謎のセリフがあったわけなんですけど死柄木の顔につけていた手っていうのはお父さんの手でそしてお父さんが一番死柄木の怒りや破壊衝動を引き起こさせるものだったから顔面の一番その影響のある場所にくっつけてたってわけなんですよね。っていう、 その自分の過去志村天子だった頃のことを死柄木は全部思い出すわけなんですよねでまあ依然状況はその自分の左の指が2本奪われたりとかそのなんか辺り一面が晒しになっていたりとかリーデストロがムキムキの状態で目の前にいたりとか依然不利な状況に変わりないんですけどただそっか全部思い出したっていう風になるわけなんですよねすごい楽しそうに笑うわけなんですよねでリーデストロのおじいちゃんからの,その大義名分 信楽じゃなくてしがらみとかに対して「窮屈そうだな俺が解放してやるよ」っていうふうに異能解放軍のトップに対して「お前は不自由だと解放してやる」っていうふうに言ってその昔のことを思い出したことによってしがらきは個性のリミッターが外れてその昔の家をぶっ壊した時と同じようにリミッターの外れた個性崩壊を使ってそのまあ町 の周辺数キロを崩壊の電波に巻き込むわけなんですよね同心円状に。でリー・デストロはこの崩壊に触れたら死ぬっていう風に気づいてその全身をその、まあ、ロ,ボットのロボットで武装していたわけなんですけどそれを切り離して空中を飛んだわけなんですけど崩壊に一瞬巻き込まれてで急いで「そのワンピースのオーナーゼフみたいに足を切ってなんとか崩壊から自分の体というか命だけは守ったわけなんですよね。で まあ、隕石が落下してきたみたいに地面がくぼんでいてその真ん中にリー・デストロのボロボロな状態としがらきがいるわけなんですけどで他のイノ解放軍のやつらはそのくぼみの外側にいておい競争というかデストロが、ま、あのデストロ様が負けるぞっていうふうに助けに,行くか助けに行くぞっていうふうになってるわけなんですけどただあの、まあ、勝負はついたわけなんですよねトップ同士の。でそんな時にギガント・マキアがしがらきを追っかけて到着するわけなんですよ。で、街を壊させて 瓦礫の上にあの座るしがらきの姿を見てギガントマキアはしがらきの姿をオール・フォー・ワンと重ねてそうか主が再び帰ってきたっていうふうに涙を流すわけなんですよねであのリー・デストロはそのもう俺は負けだと好きにしろってただあのうちの仲間たち信,信者たちは殺さないでくれと代わりに好きにしていいからっていうふうに言うわけなんですよねで がらきはリーデストローを殺さずに「あのお前らあの金持ってるよな腹いっぱい食わせろ」って寿司食わせろっていう風に言って解放軍を傘下にすることによって死柄木たちの戦いに決着がつくわけなんですよね。でさらに死柄木はリーデストローを倒すどころかあのギガンドマキアを屈服させてであの、まあ、ドクターの,その、まあ、資格ありっていう風な要件も満たすわけなんですよね。 でその激闘から,、まあ、だからあの11月の末ぐらいかなそれからさらに1か月後だあの、まあ、11月上旬とかか,からさらに1か月後で12月上旬とかにあの伊能解放軍とヴィラン連合は合体して伊能解放戦線というふうに名前を変えるわけなんですよね。で4か月後日本中で10万人ぐらいいるこの伊能解放戦線のあの手下たちが日本のあちこちでテロを起こしてヒーローたちをあの消して 日本を変えると革命を起こすという風に四ヶ月後を楽しみに待つわけなんですよね。というのもシガラキはマキアに認められてドクターの許可が下りたからドクターにパワーアップの力を授かるわけなんですよね。そのワンフォーえっとオールフォーワンみたいに複数の個性持ちの体にあのまあシガの体を改造してくれるらしいんですよ。というのもシガラキはあのまあ本気の崩壊を一発使ったら両腕がボロボロになったわけなんですよね。っていう風に そのもう体が個性,あの個性に対して体が持たないから強化してほしいとそして「オール・フォー・ワンと」とドクターが今まで集めた個性っていうのもできるだけたくさん死柄木の体に詰め込むということででデク君が「あのオール・フォー・ワン」違う「ワン・フォー・オール」を体になじませるために、まあ、1年ちょっとその体を鍛え続けたじゃないですかと同じようにやっぱり自分の体に新しい個性をなじませようと思ったらそれなりの時間がいるわけなんですよね。 とということでシガラキは死状態に入って4ヶ月休眠するとだからシガラキが完璧な状態で目覚めた時にその日本中でテロを起こすっていうふうになるわけなんですよねで、まあ、もうシガラキが目覚めたらその日本は正直というか世界は終わる可能性が非常に高いわけなんですよねだからシガラキを倒すならシガラキが目覚める前って話なんですけどで その解放戦線の中にナンバーツーヒーローのホークスが、ま、紛れ込んでいてずっと情報を収集していたわけなんですよねその信楽が,がもう1回の小悪党ではなくこの10万人の,あのテロ組織のリーダーになってしまったとでさらにあのオール・フォー・ワンのように巨大な力を身につけて帰ってくるとこのまま放置しておいたらまずいということで、まあ、体中にマイクとか監視カメラとかつけられてその自由が全くない状態であの情報収集を 続けけるわけなんですよねであの、まあ、暗号で公安に現状を報告するわけなんですけどそのホークスはもともとヒーロー側のずっとヒーロー側の人間で公安にその異能解放軍の現実というかあの、まあ、戦力の規模とかどこに支部があるのかとかを把握するために内部に潜入しろっていうふうに言われていたわけなんですよね。ということでホークスは本当はヒーロー側っていうことを隠してナンバー2ヒーローだけど。 もうヒーローロ社会に嫌気がさして解放の解放思想に興味がありますっていうふうに言って潜り込んでる二重スパイなわけなんですよねでまあ公安はそのホークスの報告を聞いてそのまあ緊急性その4ヶ月後にやばいとこれ戦力整え,整えなきゃいけないっていうことを理解して準備を始めるわけなんですよねでもちろんヒーローの数そのヒーロー法和社会って言われている現代社会でもヒーローの数が足りないから学生たちの手も 使いたいたであのインターンを強制的にいろんなヒーロー化のある学校に打診するわけなんですよね。ということで年末からヒーローインターンがデク君たちの u a 高校でも再開するわけなんですけどただデク君はどこの事務所に行くか悩むわけなんですよね。というのもナイト・ワイ事務所はもうあのナイト・ワイが C8 再会との戦いでお亡くなりになっちゃってそのセンチピーダームカデのヒーローがいるんですけど彼が受け継いでいるわけなんですけどただ。 正直その、まあ、たくさん仕事があってナイトワイガーだけが抱えていた案件とかもたくさんあって正直インターンを取る余裕がないとでじゃあどこ行こうかっていうふうになるわけなんですけどそしてかっちゃんもかっちゃんを受け入れしてくれていたベストジーニストは今療養中なわけなんですよねそのオール・フォー・ワンとの戦いでか体のど真ん中に風穴開いてるわけなんですよでその療養中っていうのもあってかっちゃんも行く先困ってるわけなんですよねっていうことで デック君とかっちゃんはショートく君と一緒にエンデバー事務所にお世話になるわけなんですよね。であのエンデバーは正直そのショートのことを見るつもりでお前らのことは興味ないっていうふに言ったわけなんですけどただそのまあホークスの報告をちょこちょこ受けているから更新育成をしなきゃいけないなっていうふうに意識を改めるわけなんですよね。でデック君やかっちゃんのそ,のそしてショートく君の 希望とかどういうことをインターン中に身につけたいかっていうのを聞いてデッキくんは例えばフルカウル中に黒鉢を同時並行で使いたいだったり切り替えたいだったりとかガっちゃんとショートくんはそのまあスピードとか,そのなんか攻撃の集中力というかその集中火力というかその短期的な突破力というか勢いとか最大火力とかを高めたいっていうふうに言うわけなんですよねだからそのまあエンデバーが普通に行っている超加速というかその爆発だったり 炎だったりとか、その力を圧縮して放出することを習得す。習得できるように、デックンたちはあの鍛錬を積むわけなんですよね。で、そのエンデバーが三人の。あの、まあ面倒を見るわけなんですけど、正直エンデバーは。そのヒーローとして総合値が高すぎて。その一瞬で。例えばガラス操作をする老人のヴィランを制圧したりとか。あの。まあ。なんかね、デックンたちは、そのエンデバーの。 仕事を助けけけけけるるころかか追っののだだでででついていてくのだけで精一杯なわけなわんですよねデク君たちが到着した時にはもうヴィランを制圧してましたみたいなことが多くてとかビルの窓拭きをしている人の,その足場が崩れて落下しているところをエンデバーがすぐに見つけてあの、まあ、助けたりとかそれにようやく追いつくみたいな感じでやっぱりエンデバーはナンバーワンヒーローっていうだけあってすごいヒーローだなっていうふうにすごい人間なんだなっていうふうに3人は改めて感じるわけなんですよね。 でそんなインターン中エンデバーは偶然にホークスと出会って、まあ、ホークスはずっと狙ってたわけなんですけど「いやエンデバーさん久しぶりっすね」って「俺最近このイノ解放戦線イノ解放軍の本を読んでて解放思想の本を読んでてこれすごい面白いんですよ」っていうふうに「ぜひよかったら読んでみてください」っていうふうにあのエンデバーに本を進めるわけなんですよね。でその本にはマーカーを引いてあってそのマーカーを引いてるところだけでもいいので「ぜひ読んでみてください」っていうふうにナンバー2からの,あのお願いですっていうふうに。 エンデバーに言うわけなんですよ、ね、まあ,あのマーカーを引いたところの上から2番目をつなげて読めっていうああの合図なんですけどエンデバーはそのサインなんかこいついつもと違ういつものひょうひょうとした感じじゃなくて真顔でこんなことを言ってくるようなやつじゃなかった何か意図があるのかっていうふうに思ってその,あの、まあ、解放思想の本を読み解いていくと4か月後にしがらきが目覚めて10万の解放戦線があの 日本全国で暴れ回るとそれまでにあのまあノームを作っている病院を割り出してそして解放軍を一気に叩け準備しろっていうふうなメッセージを受け取ってでエンデバーはこれは大変なことになってると準備を進めるわけなんですよね更新進育成とともにね。でまあ,あのアニメの動きはこの辺で終わるんですけどアニメの6期の内容もちょっとキリがいいのでそこまで伝えていきたいなっていうふうに思うんですけどそういうインターンを受けている最中にデクとかっちゃんはその。 トドロキ家の晩御飯に招待されるわけなんですよ、ね、まあせっかくだから翔斗くんがその、まあ、お友達連れてくるっていうところだから翔トくんのお姉ちゃん冬美ちゃんなんですけど、まあ、冬美さんか冬美さん学校の先生しながら料理がすごい得意でその、まあ、ショートがあのお家に友達連れてくるのって初めてだからっていうふうにすごい料理振る舞ってくれるわけなんですよね麻婆、まあ、豆腐とか唐揚げとか。で、まあ、トドロキ家っていうのはそのエンデバーがその。 まあ、絶対王政を強いていたからそしてエンデバーは強さに憧れていたナンバーワンにずっと憧れていて、まあ、倫理観のかけたその自分がオールマイトに勝てないというふうに分かったら自分を超えるそしてナンバーワンを超えるあのヒーローを作ろうっていうふうに,あの、まあ、子供に夢を託すすわけなんですよね、まあ、その自分の子供に夢を託すのは勝手だけど子供は子供の人生じゃないですか。にもかかわらずやっぱり翔斗君みたいにそのまあ まあ、押し付けられた期待感によって翔くんは性格はゆんでないけど一時すごい悩んでましたよね。ということもあって翔くんのお母さんはそのエンデバーのことが嫌いで翔くんの顔の左半分を見るたびにエンデバーのことを思い出してしまってもう怒りのあまりヒステリックのあまり翔くんの左半身に沸騰したお湯をぶっかけてしまったわけなんですよね。ということもあって家族はバラバラなわけなんですよ。ただ エンデバーは今までの自分をその、まあ、反省して,そしてナンバーワンになったということもあって俺を見ていてくれっていうふうに徐々に家庭環境というか家族関係も仲直りしつつあったわけなんですよね翔斗くんもその、まあ、お父さんとそしてお,かお母さんだったりとかお父さんと向き合ったりとかあの炎を使うようになったりとかみんながちょっとずつ好,好転していっているの中翔斗くんが友達がいるということであのお姉ちゃんの冬美ちゃんも 一生懸命料理を作るわけなんですよねで、翔く君のお兄ちゃんもああの、まあ、一応席に着くわけなんですけど翔く君のお兄ちゃんはエンデバーが嫌いなわけなんですよねあの夏男君っていうんですけど大学生のでまあ一人暮らししていたわけなんですけどただまあ翔く君のお友達ゼック君とカッちゃんが来るっていうのを聞いたから一応席には着いたわけなんですけどやっぱりエンデバーと一緒に食卓を囲うのが嫌でご飯食べている時にその。 あのショートそばが好きなんだなみたいな話だったりとかそのなんだろう、まあ、エンデバーに対して嫌味を言うわけなんですよねその、まあ、なんか唐揚げとか麻婆豆腐とかいつも冬にあのあの冬美姉ちゃんとそして夏雄んが作ったりとかしてたけどエンデバーはショートにその不健康なものを食べさせてなかったかもしれないなみたいな風にあに夏雄んが言ったりとかして気まずいあの空気が流れるわけなんですよね。で夏男くんはやっっぱりもうそのささとご飯食べてあの まあ冬ね一応席には着いたからなっていうふうに言って俺家に帰るっていうふうに言うわけなんですよねでまあかっちゃんとデっくんもおろおろまあかっちゃんオおろおろというよりその、まあ、複雑な家庭環境っていうのは知ってたからその、まあ、俺ら呼ぶならせめてその家庭環境を改善してから呼べやっていうふうに切れるわけなんですけどあの、まあ、せっかくの自然料理が美味しい料理がまずくなるっていうふうにかっちゃん言うわけなんですけどで夏雄んが、まあ、家に帰っていたら そのエンディバーに56年前に捕まったヴィランのあの白帯その道路のあの白帯とか縁にある白帯があるじゃないですかその白帯を操る敵エンディングってやつが現れるわけなんですよねでエンディングはエンディバーに殺してほしいっていう欲求があるわけなんですよなんかステインがあのヒーロー殺しのステインが俺を殺していいのはオールマイトだけだっていうふうに言ったのと同じようになんか彼にとってエンディングにとって理想の死があるみたいなんですけどであのまあ あとがりにとがった全盛期の頃のエンデバーに殺してほしいんですけどエンディングにとって今のエンデバーは丸くななったたとといいいううかか角が取れたというか踏みけているわけなんですよねそのエンデバーはエンデバーにあらすっていうふうに思ってて息子の夏雄くんを殺すことで怒り狂ったエンデバーに殺されたいっていうふうにエンディングは思ってるわけなんですよねであのまあなんか夏雄くんが捕まったことに気づいて捕ら、まあ、えられたことに気づいてデックくんたちは急いで。 追っかけけけるわけなんですけどエンディバーは大事な息子の夏男んを人質に捕らえたからあの、まあ、エンディバーがすぐに助けるぞっていうふうに「夏男は!」っていうふうに叫びながらエンディングに突進するわけなんですけどエンディングが目の前に夏男んを差し出してあのエンディバーは動けなくなるわけなんですよね。であのデク君はそのエンディングの白態によって「あのお前がエンディバーお前がさっさと俺を殺さないから死人が出るんだ!」っていうふうに言って。 白帯はあのロープみたいに操ってその辺の民間人の車をポーンっていう風に空中に上げたりとか夏男くんを電車の前にあの持ってってたりとかすするわけなんですよねただデクク君が黒虫の力で車たちを上手にキャッチして安全に床に下ろしたりとかかっちゃんがその圧縮の爆発を使って超加速して夏男く君を助け出したり翔く君が「夏にぃは助ける!」っていう風にエンディングを氷率けにして。 あのさらに加速パンチそのと瞬間レイ冷凍の新しい必殺技そのあ氷と炎をそれぞれ圧縮させるという力を応用して、まあ、移動速度をアップしそして相手を拘束させあの炎のパンチで相手をしとめるっていう風に制圧するわけなんですよね。であのエンディバーはインターン中に一度でも俺より早くその事件を解決,解決してみせろっていう風に言ってたわけなんですけどただ、まあ、あの結果的にはそのミッションを ですよねでエンデバーはその夏雄君とそして夏雄君を電車から助けてくれたかっちゃんを抱きしめるわけなんですけどでかっちゃんは「彼氏!」っていうふうに言ってすぐ離れるわけなんですけどあのまあ夏雄君は「そのなんだよお前」って今更そのなんかいい父親ぶりやがってみたいなふうに言うわけなんですけどエンデバーは「その俺が夏雄お前を助けたらお前はもう二度と俺に正直な意見を言えなくなってしまうのではないか」 そう思って、俺は動けなくなっていたっていう風に言うわけなんですよね。まあ、夏生くんはそのさっき晩御飯食べてた時に、あのお前は勝手に自分の中で納得して解釈して自分を改めて家族に近づいてきてるかもしれないけど、前はあの俺の兄ちゃんを殺して、そしてあのショートを虐待し続けた。お母さんの心を破壊した。怒り野郎絶賛継続中だよ。っていう風うに夏男くん言ってたわけなんですよね。そういう風なことを。そのまあ、夏生くんは今回助けられたら。 そのまたそういうふうに正直に言いたかったとしてもけど俺はあの、まあ、エンデバーこの大嫌いなエンデバーがいなかったら本当は殺されてたから強く言えないなっていうふうにその、まあ、僕たちの現代社会で言ったら誰のおかげでその飯食えてると思ってんだみたいなふうに言うお父さんとかいいじゃないですかそんな感じでそのなんか、まあ、恩というか助けてもらったという罪悪感によって。 もう対等な関係でいられないんじゃないのかっていうふうにエンデバー思ったからこそ動けなかったわけなんですよね。でまあただ夏くんの中でもその絶対許さないっていうふうに思ってたわけなんですけどまああの、まあ、エンデバーがそこまで深く考えてくれてたってことに対して少しだけ心を許すわけなんですよね。でくん、まあ、も 冬美ちゃんもそしてお母さんもレイちゃん、れいさんも含めてエンデバーが今までやってきたことを許してないわけなんですけど。ただデク君がポロっと言ったんですけど、その？ま轟くんもお姉さんもみんなそのエンデバーを許す準備を心の準備を始めてるんじゃないのかな？っていう風うに言ってたわけなんですよね。そう、まだ許せなくても。少しずつ氷が溶けていくかのようにエンデバーの。そのまあ、エンデバーが罪を償うという覚悟を決めて。 向き合っっっているるからこそずっと突っ跳ね続けるんじゃなく私たち他の家族も向き合っていきましょうっていうふうに轟家の冷え切った氷が少しずつ溶けて生きているんじゃないのっていうふうにデク君は言ってたわけなんですよね。そんなこんなで、まあ、トドロキ家のヒヤッとする一大イベントも乗り越えてスキーが流れて4ヶ月後らきが目覚める直前なんですけど、まあ、ヒーローたちは頂上開放戦線とそして脳も製造 してていたた病院を突き止めてデックたち学生たちを含めて全員でヒーローで総出でヴィ、まあ、ラン連合たちにイノ解放戦線たちに総攻撃を仕掛けるヒーロー VS ヴィランのそのなんかあの大戦争勃発っていうところでアニメの第 5, 第5期が終わるわけなんですよね。でいやーなかなかちょっとその今回の動画の序盤でも言ったんですけど。 なななかなか深い話になってきましたよねただ悪役がでてきてそれをやっつけるじゃなくてそのエンデバーがやってたみたいに、まあ、ナンバーワンのヒーローになりたいからこそ力を求めて力を求めてるからこそ自分の家族を不幸にして犠牲にしてあの力を求めたと求め続けたと。で「あのまあ、オールマイト」の先代の志村奈々さんの息子さんがそのヒーローっていうのは。 他人を助けるために家族を踏みにじる捨てる生き物なんだっていうふうに言ってたのがエンデヴァンにぐさりと刺さるわけなんですよね。でシガラキももともとはそのヒーローの家系から打点していったというか誰も助けてくれなかったわけじゃないですか。ヒーローがたくさんいる現代社会で誰も助けてくれなかったからシガラキはまあ闇に落ちちゃったわけなんですよね。そして彼ももともとはヒーローを目指していたわけなんですよね。っていうふうにデッくンと同じくヒーローを目指していた少年だったのにどこで ボタンを掛け違えちゃったのかあの悪の親玉になってしまった信楽友だとそしてヒーローになる素質がなかったけど努力によってあのまあヒーロー理想のヒーローを目指し続けるデック君がまた再戦する時相ま見える時が着々と近づいているっていうところでアニメの動きが終わるんですよ、ね、いやその僕個人的には TWICE の,の過去だったり TWICE も。 過去だけ見たら本当にに事故に巻き込まれたりとかたまたまそのなんか人が飛び出してきたとか本当に不幸なことが重なった結果ヴランに指定されちゃってで、まあ、世の中の社会システムは悪いやつを助けるシステムがないとあのだから社会のはみ出しのだというふうになってるところとか、まあ、確かに今の現実社会でも。 一度犯罪をししして社会復帰したりととかか再就職すするのとかめちゃくちゃゃく難しいですよ、ね、まあ確かに雇用する側からしたら一緒に働く側からしたら元犯罪者と一緒に仕事したくないっていう気持ちは分かるんですけどじゃあその誰も受け皿がなかったらお金稼げなかったらまた悪いことしちゃうよねっていう失敗を許容する社会を作っておかないといつまでたってもその、まあ、犯罪行為が減らないっていうようなこととか,なんか現実と僕たちの過ごしてる現実とリンクしてるところがあのまあ 現実社会の闇とかっていうのもなんかすごい浮き彫りにしててやっぱ広がって深いなっていうふうに思うんですよねでトガちゃんも同じっすよトガちゃんももともと性格というか個性とかによって自分の正直に生きてたら周りから異常っていうふうに思われてるわけなんですよ、ままあ、僕も変わった性格なんで今までいろんなコミュニティとか周りからあの浮いてたことがあるんですけど自分に正直に生きててなんで悪者扱いされるのって。 周りからら煙たがられるのっていうそういうトガちゃんの苦悩とかなんか僕もすごい共感しちゃっていやーなんだかなーって本当の悪根っからの悪っているのかなって見方次第でその気持ち分かるようだったりとか誰かにとってはヒーロー誰かにとっては敵っていうことあるんじゃないのかなってトガちゃんたちにとってはヒーローっていうのはあの敵そのものなんですよね。っていうふうにまあ今の世界中でもいろんなところで戦争とか起こってますけど片方にとっては正義片方にとっては悪。 まあ、あのっていうふうになんだろうまあ物事は一面で捉えちゃいけないんだよっていうこととかをね学ばせてもらっている素晴らしい作品だなっていうふうに改めて思いました皆さんはすごいすごいなんかざっくりとした質問だけどまあこんな感じでね廣岡の動きは非常に深くて面白いなっていうふうにもちろん戦闘描写とかも一年 B 組との対抗戦の下りとかもすごい好きだしあの面白かったんですけどまあここから。 あのどんどんカオスになっていくヒロアカが目を離せないなってもちろん原作も追っかけてるんですけどあの、まあ、やっぱヒロアカは最高だなっていう風に改めて何回見直しても思いましたということで今回はこの辺で終わりたいなっていう風に思います最後まで聞いていただきありがとうございましたバイバイ